田島さん、奥、下手お願いします。ここね、はい、ほんとすいません、申し訳ございません。いえいえ、よかった。あの、ちゃんと繋がるから、はい、住んでるとこでなんかちょっとトラブっちゃってすいませんでした。はい、立場さん慣れてる、大丈夫ですよ。はい、こっちの方がいいのかな、このこっちやね。はい、こんにちは、こんにちは、立場さん、お声いただいていいですか。はい、立場です。本日ありがとうございます。入れちゃいましょうか。はい、角井さん、大変申し訳ございません。よし、申し訳ございません、本当。こんにちは、すみません、本日ありがとうございます。よろしくお願いいたします。どうぞ。こちらのようです。まだ始まってないです。ああ、始まってないんですか。始まってないです。はい、どうぞ。寄せ、それは申し訳ない、それは申し訳ない。すいません。じゃあ絵を配信していきましょうか。いや、配信開始しましょう。もう入るとこから入れてくれてたらよかったのにね。はい、そう思いました。今始まった。じゃあもう始まってます。はい、ありがとうございます。ちょっとチャンネル開いてもらっていいですか。はい、これ YouTube で生配信ですね。はい、YouTube で何かありますなんか。いや、ないですよ。あ、どうでしょう、ちょっと見てください。僕も知らないんですよ、この服。今日初めて来たんで。何の方見てるの。中じゃない。じゃあ椅子の下に、まあ、それヘッドホンで、はい、はい、いいですか。うん、すごい、1万4千人もいる。すごい。これどうでしょう、今準備中に視聴者の皆さんに問いかけますが、お声聞こえてますでしょうか。これは素晴らしい。音小さいって来てます。こんな音小さい、音小さい。お、よしよし、はい、いやー、よかった。大変申し訳ございません。音小さい、いかがでしょうか。はい、これか。いや、すげえな、スタッフの数がすごい。え9人もいる。これは申し訳ないな。いや、もう本当に大丈夫です。これは申し訳ない。え、音いかがでしょう。音ちっちゃいってきてますね。直った、直ってる、聞こえてる。日経テレ東さんよりも下手したら多いんじゃないですか。日経テレ東大学の時より多いですですよね。いや、申し訳ないな、これ。あの、費用出しますよ。いや、いいですよ、もう本当に。え、もうこれは私の退職金から出しますから、ね、退職金僕と川上さんの問題だから折半した方がいいような気がするんだけど。いや、これは中立に行くために、もう、しかむしろ僕が対談をお願いしたんで、はい、全額僕でいいぐらいですけど、まあ、折半しましょう。パワポもういけますね。こっちにも返せますね。あ、じゃあパワポに。あ、まあ、パワポまだいいんですよ。それだけ任せ始めちゃうよ、もう大丈夫かな。視聴者の皆さんもね、もうお待ちいただいちゃってますから、大変申し訳ございません。よかった。じゃあ、間もなく参ります。じゃあ、間もなく参ります。すげえ、1、2、3、4、4日目。ここに、あれ、こっち、あ、パソコンで出すと。はい、ありがとうございます。間もなく参ります。はい、じゃあ、最終的に技術のスタンバイしてます。これ、すみません。慣れない、 いつもやってないスタジオで焦ってたと思ったら、以前までドワンゴのスタジオだったっていう噂。ニコ生の最初のスタジオですね。ですよね、やっぱそうですよね。はい、何回も来たことありますから。川上さんの方が詳しいんちゃうかっていう。いや、もう多分7、8通りしたんじゃないかな。グダグダって怒られてます、はい、視聴者さん。西分かんなかったですね。本当すいません、本当。はい、ちっちゃいってきてますね。音が小さい、多分僕が喋った方がいいんですよね、多分。僕とか、あの、この僕が喋らないと多分音が小さいって思っちゃうんじゃない。あ、そういうことですね。だって このマイクとそのマイクが拾われてるから。そうですね、あ、まあ、僕の声が小さい。これ一応ピンつけてます。ピンつけてます、ピンつけてます。まあ、確かに僕の声を上げてもらった方がいいかもしれないですね。そして川上さんのレベルを上げてもらった方がいいですね。ミキサーさん、これ聞きながら音調整していただけますか。はい、ちょっと今配信が止まってます。配線で。え、ちょっと今また配信し直す。マジですか。すいません。え、でもこれでは見えてるんだけど。ちょっとあれ、そうですね、これでは普通に来てますね。ちょっとディレイがあるので、もうすぐ止まると。電波が、そうなんですね、ちょこちょこ止まっちゃうんですよね。あ、本当だ、止まった。あ、でも今また復活したけど、
開始で回線復活したら、あ、止まりましたね。あ、でもすぐ戻りましたよ。そうですね、止まってなかった。あ、あ、今、今、また、はい、めっちゃ喜んでるじゃないですか、技術さん。じゃあ、いきますよ、開始しますよ。大丈夫ですか。で、スライドこちらに出す準備も大丈夫ですね。あ、まだちょっと。それは、チャオさん配信しました。これこちらに出す準備だけ。今開始に出す準備、はい、じゃあもう、はい、開始しちゃいますよ。はい、直で出すってことは2人で編集するときチャオさん編集しないとダメだよ、わかる、言ってること。はい、じゃあ行きます。じゃあ各種よろしく、すいません、視聴者皆様お待たせしました。5秒前、4、3、2、1、こちらからですね、カメラスイッチング大丈夫ですか。はい、いきますよ。じゃあ高橋からいきますよ。高橋ここですよ、大丈夫ですか。はい、リハック生配信対談の時間です。今回は数日前からツイッターで議論されていた実業家川上信夫さんと政治家立花隆さんお二人の直接対談したいという要望を受け、緊急生配信をさせていただきます。お二方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はもうね、本当に私のわがままにお付き合いいただいて、川上さんにも感謝しておりますし、高橋さんにもこの場を提供いただいてありがとうございます。スタッフの皆さんもありがとうございます。川上さんもよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。番組開始前にいくつか注意点を挙げさせていただきます。めちゃくちゃこっちかな挙げさせていただきます。この配信は生配信で行われております。他人の名誉をですね、毀損するような言動は避けていただければと思いますのと、また視聴者の方が過度に不快になるようなですね、言動は避けていただければというふうに思っております。また、私のポジションについてもちゃんとフェアに言っておこうと思いまして、はいはい、私川上さんやですね、ドワンゴさんと過去も現在も未来も多分仕事をしてるししていくと思うんですよね。はい、だから川上さんの仲間っちゃ仲間です。はい、でただ、まあ、はい、橘さんとも、はい、国政政党を持つ党首として過去にも仕事してますし、はい、今後も、まあ、いろんな場面でお話を伺いたいと思うので、まあ、両者ともちゃんと利害関係がありますので、それはちゃんとあらかじめお伝えしておきます。はい、じゃあ初めにですね、川上さん、立花さん、お二方にお聞きしたいんですが、これまでどういう経緯があって、なんでこの対談に至ったのかを、お聞きしたいと思います。じゃあ川上さんのご見解からいただければと思います。はい、そうですね、もともと去年の8月ぐらいにですね、ガーシーさんとの放送をただ見まして、で私の名前が、名前っていうよりは名前はなかったんですけども、明らかにまあ私のことだっていうようなことで、まあ呼び出されているっていうのがありまして、まあそういった経緯、まあ一連の経緯、まあこれはまあ実質的にはこれ、これ恐喝未遂だろうというようなね、まあそういうようなことがあったわけです。で、まあその話していく中でちょっと、そうなんだけども、だからといって、まあ話が通じるような相手ではないな、じゃあ訴えるかといってもなんか非常に面倒くさそうなので、でこれは、まあ、ちゃんとした高等の代表の、まあ、立花さんであれば少なくともこれの問題の深刻さっていうのは、まあ、理解していただけるだろうと、そう思って公開質問状をブログに書きました。まあ、そしたらまあ予想に反してですね、立花さんの方がそれに対して、かなり攻撃的な回答をされて、で、何度か、2回ほどやり取りしたんですけども、立花さんの方から、まあ、対談に応じないんだったら裁判にするっていうことを言われまして、たというのがあります。でその時実は僕は、ね、骨を折って入院してまして、で、まあ、この対談って言いましてもね、まあ、田島さんは電話でっていうふうなことを言われてましたけども、もしやるんであれば、まあ、これはちゃんと面と向かっての対談じゃないと意味がないなと思いましたので、その場合お断りして、退院後だったら構わないっていうような回答したんですけども、まあそんな今じゃないと意味がないっていうことで、立花さんからは断られたという、そういう経緯があります。まあ、そういうことがあり、まあ、その後ですね、まあ、しょうがないので、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、警察に相談をいたしまして、まあ、その結果、まあ、だいぶ時間は経ったわけなんですが、先日ガーシーさんの方に、まあ、私だけじゃないんで、ないんでしょうけども、複数の方が行われたというふうに聞いていますけれども、逮捕状が出たという次第です。で、まあ、その時にですね、
まあ、私もまあどこかできっと自分の名前が出るなと思ってたんですが、まあ、実際出ちゃいましたの で, で、あのこれまでも出るとまあいろんな方が、あのガーシーさん自身もしくはガーシーのファンさん自身が、あのその告訴した相手をあの攻撃しているというこれ実態としてそういう現実がありますので、まあ、僕もまあ何らかの説明をした方がいいなということで、あのツイッターのアカウントにまあそれまでの経緯と、あとあのそれと世の中にはなぜ僕が告訴したのか、あの分かってらっしゃらない方がいましたので、まあ、あのこれが原因だということをあのツイッターに書いてるわけです。で、まあ、そんなで、まあ、それで話がなくて本当申し訳ないんですけども、ちょっと経緯をちゃんと説明しようとするとそういうことなんですが、まあ、あのそれに対して立花さんがあの、まあ、あのコメントされましたの で, でそれに対して、まあ、あのいくつかのやり取りが あったせで、まあ、あのじゃあ、まあ、対談あのしようということになったっていうことですね。まあ、あの川上さんの今日に至る経緯のご見解はそういうことなんですが、立花さんの方ですか。はい、まあ、全然おっしゃって川上さんがおっしゃっていただいたことが全然間違いじゃないんですけど、僕は多分途中でもう対談に応じていただけないと思って知らない間にブロックしてたんですよね。で、川上さんがそういう入院されてるとかっていうことはちょっとごめんなさい、伝えていただいてたかもしれないですけど、僕は全然それをちょっと理解してなくて、まあ、対談から逃げられたって勝手に思っちゃってたので、そこはあの本当に別に川上さんのおっしゃってることを否定するわけじゃないんですけど、僕はもう当時から今に至るまで誰とでもどなたでもあの対談をするっていうことを断ったことがありませんので、もちろんちょっと頭のおかしな人っていうかね、あの再生回数上げたような人のやつは断りますけども、川上さんのようなあちゃんとそのなんか社会で認識された方からの対談というか、まあ、むしろ僕の方から対談を申し出て断られ続けているので、まあ、今日は本当にちょっと齟齬があったようですけど、ちゃんとこのようにね直接お会いできて、対談できることが非常にありがたいと思っておりますので、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。でもあの明確に対談を断られたという記憶が あるので、そこから記憶が違うんですが、断りましたっていうのは送ってます？いや、ですね、うん、それはおそらくそのツイッターユーザーか何かネットユーザーの質問に対して、はい、私が言ってることを立花さんに伝えられて、で立花さんがそれに対してもう対談はしないというふうな回答をされたという動画が、はい、記憶になりますので、ただ、まあ、まあそこはもう、はい、ごめんなさい、はい、あんまりそんなことそうですね、ちょっとごめんなさい、ちょっとしょうがないと思いますので、おそらく去年の8月なので、はい、もうね、あまり僕もひょっとしたら言っていることを今直ちに否定はできないので、はい、はい、これは双方のここまでに至る見解ということでございますと、はい、で、今日は、川上さんが初めですね、いろいろスライドちょっと使わないかもしれないですけども、資料をいただいたということで、はい、その資料の方はリハックのツイッターで視聴者の皆さんに道を公開をしております、はい、どのように行きましょう、それに沿っていく、私も本当最低限しか入らないようにしますので、はい、まず川上さんの方から、はい、じゃあ、はい、とりあえずスライド移していただいて、うん、いや、それで使うんですけども、多分それに使って進行するっていうことは、うん、するつもりはありませんので、チャオさん、スライド、はい、あ、それね、これちょっと本当多分10分、今朝30分でいただいて、多分10分ぐらい作ったんですよね。で、ちょっとフォーマットの変換に20分ぐらいかかったんで、なのでちょっと誤字脱字も非常にたくさんあったの直して、立花投手が投げる立花投手になってましたからね。あ、なるほど直してきましたすみません、中日の投手みたいになってました、はい、殴り上げでちょっと、はい、ほぼ1行のみも今なっちゃいましたが、ね、はい、準決勝と決勝の合間ですから、はい、その投手でいいんじゃないですか、ね、はい、はい、でそれでこのなんでスライド作ったのかっていうことなんですけども、まあ、もともとその8月の時も僕はまあ文書で書いたんだから文書で回答してほしいと、文書でやり取りしましょうと、まあ、別にツイッターでも構わないんですけども、文面でやりましょうということを言ってたわけです、まあ、それはやっぱり口頭だとやっぱりその話がずれる、論点がボケる、まあ、それも意図的にやるっていうことも容易だと思いますので、もちろんそれを文書でやることも可能なんですが、文書の場合っていうのはやっぱりそれが明白になっているので、論点ずらしみたいなものも、それについてもやっぱり指摘がきちんとできるっていうことで、僕はやっぱり文書を希望しました、まあ、ですが立花さんは対談の方がいいって言いましたので、でとりあえず対談は受けるってことにしたわけです。ですがやはり立花さん のとのやり取りを見てもですね、まあその対談のメリットっていうのはあるのかもしれないんですけども、やっぱりその僕の書かれたものに対して、まあ意図的か意図的じゃないか別にして、やっぱりずれた回答されてるっていうふうに思ってまして、
で、あのそれこら辺っていうのはお互いの見解のあの層も、うん、はい、まあ、だからもうスライドを使うことについて僕はもう全くもって同意してて、むしろこのやり方すごく画期的でいいなと、はいはい、論点ずらしをやりにくくするっていうのはこれ西村秀樹さんでも使うべきだと思います、はい、ぐらいあのこのやり方、このスライドを使いながら対談するっていうのは僕はもう大賛成なんで、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、明確に論点をしていただいて回答していきます、はい、はいはい、あのそうしたいと思ってます、はいはい、でそれであの基本的にはこの内容はあの僕はあのそもそもネットであの既に発言 してあのいることが中心に、なっています、はい、でそれを改めてまとめているものです、まあ、一部あの追加したものも あります、はい、でそして次行ってください。でそれであのあのじゃあトータルとして僕は何が言いたいのか、何で発言したのかということなんですけども、うん、あのそれはあのやっぱりそのあのガーシー、もう今元議員になってしまいましたが、はいはい、あのやっぱり最初からあのやってたことっていうのは犯罪性の高いことであって、それはあの立花さんがやっぱり認識してたはずでしょうと。でそして、それをやっぱりあの放置してやっぱり利用した。でそのことに関してね、まあ、これがじゃ あの刑事責任があるかどうかっていうのは我々の範疇じゃないとあの思いますが、はい、それは司法が判断する話ですけども、うん、はい、少なくとも道義的責任、はい、もしくはあの公党の代表としてのね政治家としての責任はあるだろう、はい、うん、そこをあの問いたいっていうのが、はい、あの私がネットで発言した、その、まあ、根本的な理由です、はい、もちろんあの、はい、当時から川上さんの主張はもう十分理解してますよ、はい、その上でのご回答です、はいはい、回答、当時から回答してるつもりなんですけど、どうしましょう、これに対しての反論をちょっと簡単に反論、要は、はい、あの犯罪性の高い行為っていうものと、うん、まあ、いわゆる推定無罪の原理もありますから、僕は犯罪性が高いとは思っていますが、だからといって、それをね、あ、ちょっともだからといって、まあ、もちろんそれを放置して利用したのも事実ですし、そのことについての刑事的責任を思う、まあ、有無は別としてっていうことを川上さんがおっしゃってるので、僕はその政治家なんですよ、国交党の代表としての政治家なんですよね、うんうん、でこれはその道義的責任とかっていうものについては、やはり川上さんはあの上場されてるか分からないですけど大きな会社の、まあ、トップとか、まあ、役員されてるじゃないですか。でも政治家ってそもそも道義的なことをやる人とやらない人がいないといけないんですよ。革命を起こす政治家っていうのはこの道義的なものについて、まあ、本当に刑事責任がかからないギリギリのとこ、あるいはそこを踏み越えてでもやらなきゃいけないことがあるっていうことを僕いつも言ってるんですよ。だからあの実際僕今2年6月の実刑、あ、実刑、あの執行猶予4年なんですけど、常にその改革をする、この国を変えていくための政治家として、きっちりきっちり法律を守るっていうよりも、もちろんその道義的なこととかを全く無視する場面も多々あるんですよ。だからこのご指摘に対してはもうその通りだし、それは公党の代表っていうのは例えば自民党とかあの他の立憲民主党のようなね人たちはこんなこと当然無理でしょうけど、僕は破壊をしに行くというか革命をする政治家なので、むしろこのような川上さんが疑問というかご主張されることについては至極当然だと思うし、僕はまさにガーシーを使って利用してやってる人間ですから、そこについてはまあ道義的な責任っていうよりも法律刑事的な責任は僕は少なくとも今のところないと思ってます。だから今もこの状態で今日も出てきたっていうことです。あ、と言いますと、その、はい、あのその立花さんの道義的責任、うん、はい、でそれとあのもう一つあのツイートで、うん、あの自分はあの正義と愛しかないだっていうのが書かれましたけども、はい、はい、まあ、あの愛はちょっとよくわからないので、はい、あのその立花さんの正義ってのは何ですか。それは法律が守らないのか。いいことですね。法律なんか関係ないですよ。 NHK の被害者を守るために僕やってるんです、はい、だからその今の法律って例えば、まあ、国会議員は我々以外は全部 NHK にお金払えって言うんですよ。スクランブルもしなくていいって。でそれは法律守ってたら僕たちはじゃあ受信料払うななんて言えないわけですよ。でも受信料を払うなとはっきり言ってるんです。これある意味違法行為を推奨してるわけですよね。だから法律を守るのが正義なんとは全然思ってないです。むしろ弱者の多数の弱者の立場に立って戦うことが正義であって、法律はそこで僕が逮捕されてどうしても活動できなくなるのはまずいから、刑事上の責任があることも本当ギリギリのところを攻めていってやってるっていうことです。
だから僕の正義は法律を守ることではありません。はい、はい、だからその活動の妨げにならない範囲で法律を守ることには心がけている。分からないです。別に僕は刑務所に行くことも怖くないということを常日頃言っているので、そのいわゆる今の社会で問題があることについてそれをぶち破っていくためには本当にギリギリあるいは踏み越えていることもあると思います。だから実際踏み越えているから今2年6月の懲役刑執行猶予がついているわけですよね。でそれを恐れていたら革命の政治家なんてできないわけですよ。だからガーシーという本当にすごい爆弾というかその革命のね、まあ、それも言いましたけれども、うん、法律は無視することもある、はい、というのは分かりましたが、はいはいはい、でそれは法律全般に高いと言えることなんですか。法律はどれも守らなくていいと思ってるんですか。だから僕も正義じゃないですか。はい、だからその例えば人をねすごく殴ったりとか、はい、その騙してお金を取ってくる、まあ、確かにガーシーは詐欺もしてるのは事実ですから、うんうん、だから僕自身は、うん、そのいろんな法律が確かにありますよ、うん、だから NHK に僕 の、うん、罪っていうのは NHK の業務を妨害した威力業務妨害とか、うん、NHK 党を辞めていった人に対しての脅迫とかっていう罪を、まあ、そこでやるすぐ分からないんですが、とりあえずその NHK の問題が、うん、一つの立花さん の、はい、正義の根幹になっていると分かりますか。そうです、そうです。でもそれってもう、はい、世の中にある正義のほんの一部じゃないですか。うん、だからそれほんの一部が大事です。それ以外を、うん、全部守らなくていいと思ってるわけじゃないですよね。守らなくていいって言ってるわけじゃないですよ。だから法律なんていうのは時代時代によって変わっていくから、はい、僕のような政治家がそれをある意味守らないことを自ら身をもって突き進んでいってるわけですよ。いやですからさっき言われてるのはね、うん、その道義的責任っていうんだけれども、うん、それは政治に法律に触れることには気をつけているんだけども、はい、それいわゆるその道義的責任はないというふうに言いますよね。いやいや、道義的責任とか民主的責任がないと一切言ってないですよ。だから僕は特に法律に関しては、はい、罰則のない刑事罰のない法律なんていうのは基本ほとんど破ってもいいと思ってます。正義のためにはね。そう、正義のためですよね。そうです、正義のために正義あるんですよね、はい、じゃあその正義は何なのかってことですよ、はい、NHK の被害者を守るためだって。いや、それだったらそれはすごい狭いじゃないですか。それはそれもないですよ。それ以外の正義は何ですか。それ以外の正義はむしろ、いやだから殴っちゃダメなんでしょ。人を、うん、盗んじゃダメなんでしょ、はい、それ NHK 関係ないですよね。いや、それやってないじゃないですか。いや違いますよ。いや、あなたが言ってる正義は何なんですかってことなんですよ。だから NHK の被害を守るって正義一つでいいじゃないですか。それは川上さんの感想ですよね。いや違いますよ。だからそれ以外に正義はないんですかって。それ以外の正義もありますよ、もちろん。ありますよね。はい。だから道義的責任っていうものに対しても、はい、それは答える義務があると思うし、道義責任も持ってますよ、ね、だから答えてるじゃないですか、はい、刑事裁判、刑事訴訟を起こすなり民事裁判をすればいいでしょって、はい。いやだから、いやいや、それをおっしゃると要するに罪にならないこと、罪にならないことっていうのはやってもいいっていう、そういうそういう道義的な責任。だからそれは分からないってことですよね。経営者とかは道義的なものがあるけど、はい、さっきから言ってるように政治家っていうのは道義的責任なんてある意味無視してもいいんですよ。革命の政治家はね、理由があればね。だから理由があるからやってるんですよ。じゃあその理由を説明してください。理由説明しなくても当然。その道義的責任を破るのであれば、その道義的責任をやる破る理由を説明していただきたいんですね、はい。理由はだって多くの国民が望んで、まあ多くじゃないけど国民が望んでいるからでしょ。一部にしても。だって僕がそのむちゃくちゃなことをしてたら、はい、国政政党の党首なんかならないじゃないですか。いや、わからないですよ。今おっしゃることを言いますと、実際に NHK 党は。議員を持ってますよね。でそれに対して支持している有権者、うん、投票者の方がいるでしょ、はい、そうすると支持している有権者がいる限り、うん、何やってもいいっていう理屈を主張されてるんですよね。そりゃそうでしょ。何やってもいい。だから刑事罰じゃないことに関しては僕は別に何やってもいいと思ってますよ、そんなこと言えば。であれば何やってもいいと思ってるのは何やってもいいっていうふうにおっしゃっていただきたい。だからちゃんと裁判すればいいじゃないですか。さ、川上さんは僕なぜ逃げてるかって言ったら、いやいや、だからね、おかしいのはね、そんなこと言ったんだって。だったら守るのは法律だけやって違うじゃないですか。ね、道義的責任なんて人それぞれ違うんですよ、川上さん。でも社会で共有されてる道義的責任、ね、社会で共有なんかされてないじゃないですか。だってどこまでが守るのか人それぞれ個人差があるでしょう。それまるで川上さんが全部自分が決めてるような、自分の考えが全てね道義的責任だっていうふうに言うのはそれこそ傲慢ですよ。じゃあ盗みやっていいんですか。
だから盗みじゃないじゃん。もう例えが下手くそすぎる。いや何言ってんだ。今回だから今回ね。あれ具体的なこと言えばいいじゃん。話をね、ずらしてないじゃん。あなたじゃん。僕はあなたの盗みとかやってないじゃん。正義感について話を聞いてるんですよ。具体的なことでいきましょうよ。だから今回の件で具体的にやらないと川上さんスライド使ってる意味ないから、スライドに沿っていきましょうよ。そうでしょ。あなたが今論点ずらししてるんですよ。あなたが今論点ずらししてるじゃん。僕は別に人殴ったり盗みなんか言ってないじゃん。あなたが言ってるんだからまずスライド行きましょうよ。でしょ。いやなかなか会話にならない方ですね。いやそれは川上さんがだから普通の人だからでしょう。多数派だからでしょ。僕は少数派だから。いやいやもうすでに言ってることは論理的に破綻されてますよね。ほとんどあなたが正義があるのかないのか。だから正義は川上さんと僕では違うじゃん。いやそれは知ってますよ。だからあなたの正義あるんでしょ。いやだからもうスライド行きません。だって全然具体的な話になってないじゃん。それだってせっかくスライドあるんだからもうそれで話していったらいいじゃん。まあわかりました。おじゃあまずですね、うん、論点ずらしてるのは川上さんの方ですよ。いやだからそのスライドでやればいいでしょ。テーマから逸脱しないように論点ずらししないようにスライドを作ったんだからスライド一個一個説明していって終わりじゃないですか。何のためのスライドでやろうってしてるんですか。僕そう思いますけど。いやそれはね論点ずらしをねされないためなんですけどすでにされてるわけですよ。いやいやだからスライドすりゃいいじゃん。だって僕人殴ったり泥棒の話なんて一切今回出てきてないじゃん。そうでしょ。川上さんの方がそれ僕が聞いてるのはね、あなたがね、うん、法律を 守ることっていうのが正義なのかって、あなたは違うって言ったんですよ。違うって言ってるじゃん。もう一回聞いたこと何度も聞かなくていいじゃん。それ矛盾してることを言ってるから。何が矛盾してるのよ。法律守る人が全部正義なんですか。じゃあん法律守る人が全部正義なんですか。違います。僕は立花さんの正義を聞いてるんですよ。だから僕の正義ちゃんと何回も答えてるじゃん。 NHK の元職員として、ね、NHK の被害者を救済するために何でもやりますってこんな明確に答えてるのにまだ聞くの。立花さん、はい、じゃあそれがじゃあ NHK のまあ NHK の何ですかまあ分かんないですけど、まあ、NHK 問題ですね。要するに立花さんが使用されてる。それしか主張してないじゃん。それが正義だと、うん、でそれしか主張してない。法律を守ることが別に正義とは思ってないって言われましたよね。法律が正義じゃないっていうふうに言ってましたね、立花さんは。そうそう、法律正義じゃないです。これは正義じゃないですよね。いや、すべての法律守らないが正義じゃないって言ってないでしょ。にも正義を通すためには、はい、法律違反をすることも必要だって言ってるんですよ。まるで法律を守らないのが正義だと言ってることは。いや違いますよ。いやだからそういうふうに言っておきながら、ちょっと待って、もう川上さん、もう具体例で一個一個いけばいいじゃん。もうそのいやもう具体例に入ってますよ、ね、いやだからもうその参考動画どれをするの今。これ論点ずらしてんのは川上さんですよ。いやいやいや、だってスライドの説明僕したらいいじゃないですか。だってなんでそんな川上さんのだって価値観に僕合わないんだから、答え何度も同じ答えしてますよ。何度も同じ回答してるじゃないですか。いやじゃあなんで政治家、はい、そのね、はい、まあ、政治家として法律をね、はい、守ることもあるっていうのは分かりました、はい、それは違うの分かりました、はい、でもなんでさっきから言うと、はい、それは全て法律で解決したらいいっていうふうに言われてるじゃないですか。それとあなたの正義っていうのはどう両立してるんですか。だから NHK の被害者を守るために基本法律は守りますよ、うん、でも守らなくていい法律もあればそれは守りませんって言ってるんですよ。その時その都度判断してるんですよ。でもその判断が当然僕も間違うこともあるから、だから裁判所っていうのがあるわけでしょ。だから僕は常に自分で判断するんじゃなくて裁判で訴えて最終的にこの国の法の判断をするのは司法なわけですから。それって正義は法律だってことにならないですか。いやだって裁判所がだってその法律だって川上さんの解釈は全て正しい解釈じゃないじゃん。そうですよ。だから裁判したらいいですよって教えてあげてるんじゃないですか。いやだから裁判が正義だと思ってることですね最近。いやだって法律上の正しい解釈です別にそれが正義じゃなくても。え一回じゃちょっと入りましょうか。はい、
ここまでで川上さんがその立花さんの論点ずらしだと思ったのは端的に言うとどこなんですか。いやまあ簡単に言うと立花さんはね常に裁判裁判って言うんですよ。つまりそういう ある種その道義的責任みたいな議論から脱げて全て裁判で解決しようってスタンスなんです。それは要するに法律にすれないことっていうのはやってもいいっていうそういう正義感の持ち主さんですよ。ごめんなさい、それめっちゃわかりやすい。単純にね、はい、僕ははっきり言います、川上さんのようなちょっと情弱な人には裁判とか早いですよって教えてあげてるだけ、それだけです。それだけですよ。はい、揉めた時は裁判でいいって話ですよね。いやもう簡単に言えばバカ相手にした時は裁判だって。川上さん言ってることおかしいこといっぱいあるから法律上ね。はい、だからもうバカには裁判したら、対談するか裁判したらってどっちか言ってるだけ。じゃあ一言聞いて次にしましょうか。うん、はい、その川上さんのどこがじゃあ今間違ってるとしましたけど、うん、単純におかしいですか。だから僕になんで言ってくるのって普通に思ってるわけですよ。だって回答してるんだから、うん、だって僕にはガーシーの、ね、責任、僕はじゃあ監督責任あるんですかっていうことでしょ。僕にガーシーの例えば言動に対しての監督責任があるって考え方なんでしょ、はい、いや僕は基本的には業務じゃないことについては監督責任なんかないと思ってますよ。使用者責任ここが多分ここが論点 で、まあ、今川上さんのおっしゃってこと田島さんのおっしゃってそこの1点ずつだと思うんです。そこすごい大事でしょ。川上さんは多分立花さんに、まあ、重要なポイントですね。じゃあちょっと、ね、一回ちょっと整理感できますか。そうですよね、はい、だから、じゃあ論点の、まあ、この、あの2ですね、はい。いやでも僕もうちょっとまともに話できるかなと思ったけど、はい、申し訳ないけど相当バカやなと思うなこれ、はい、だから論点でしょ。立花さんガーシーの行為についての監督責任があるのかでしょ、はい、論点のに行けてますか。これは組織としてやった行為に対しては監督責任や使用者責任ありますよ。でもガーシーのどの行為を言ってるのか、多分川上さんに対する発言とかドワンゴに対する発言でしょ。じゃあね、論点のこのもうずらすの、今 2やってるんじゃないの。いやこれ一緒です。論点の12を表示してください。まあ、本当は一緒に表示できればいいんですけど、まあ、こちらも論点12にお願いします。はい、これ同じなのでそうですよ。だから、はい、僕はだから監督責任あることは立花は認めてますよ、はいはい、でも裁判所が認めるかどうかわからないですからね。12はい、ここ12、12出てますね。いやだから配信が2になってる。あのね、これ川上さんのだから認識がもう本当法律詳しくない人と喋るとこうなんだけど、監督責任っていうのは本人があるかどうかっていうことよりも裁判所があるかどうかが大事なんですよ。もし僕が監督責任があってそれを内輪でね裁判せずにやるんだったら、例えば損害賠償金とか払えるかもしれないけども、国政政党の党首当時ねである以上は簡単に僕に監督責任がある。しかしそれは司法の判断を経てからじゃないと損害賠償金払えないんですよ。いやいや、それは民間企業じゃないから。あのね、監督責任あるって言ったじゃないですか。それどういう意味ですか。だから監督責任はそれはあるでしょ。言いましたよね。だから監督責任は僕個人としてはあるけども、はい、裁判の結果を見ないとわからないでしょって言ってるんですよ。それはだって監督責任があるかないかってあるに決まってるじゃん。でもありますよね、ガーシーのね、ここすごく大事なところで、例えば野球の監督ですよ。監督責任言えば監督ですよね。じゃあ試合中のプレーに関しては監督は責任がありますよ。ただじゃあ次は論点の22の最後、はい、試合外ですよ。例えば今日本選手がアメリカに行ってます。じゃあお酒飲み行ったそこでね、例えば女の子と何か、暴行したりとか喧嘩したり、それはそのチームで言ってるけども野球以外のところの監督責任はないじゃないですか。だからそのどれに対して監督責任があるかどうか、もっと言うと、はい、例えば会社の 社長で言えば、いやだから業務上で行ったことは監督責任があるけども、業務外でやったことについてまでは監督責任ないですからね。立花さんはガーシーの暴露を政治家としての業務だって言ってるんですよ。はい、監督責任あるじゃないですか。ないと思いますよ。なんでそういう意味では政治家としての業務だって言ってるんですよ。いやだからそれだったらだから裁判して決めたらいいじゃないって言ってるいやもう言ってることが不正に変わってるんですよね。あなたが言ってるんじゃないですか。だからそれは政治家としての仕事が何なのかってことなんですけども、バカだな政治家としての仕事はあのね、パワハラとかセクハラは本人がパワハラだと、これちょっと弁護士さんにちょっと見解聞いてもいいですかせっかくいらっしゃるから要はね、
自分があると思っていても法律上ないことってあるんですよ。セクハラパワハラは受けた人ですよ。でも最終的に例えば間違った解説者いるんだけど、脅迫罪なんて本人が怖いと感じたかどうかなんか関係ないんですよ。名誉毀損だってそうです。要はこれ弁護士さんぜひ参加してほしいんですけど、それは客観的に見て多くの人がそれが脅迫とかね、監督責任があるかどうかで判断するわけであって、本人がそれを認めてるかどうかなんていうのは関係ないんですよ。それ弁護士さん意見聞けない。今の端的にちょっと弁護士さん今日本当に危ないことあった時に今日2人来ていただいてるんですけど、うん、今端的に僕が今2人の話聞くとこれを聞くべきかなと思ったのは、うん、今の議論で言うと立花さんは、うん、これは人生ですか、あのガーシーさんに、うん、まあ、その暴露を政治活動の一環であるというのはおっしゃっていた。ああ暴露はそうですよ、おっしゃっていたと。ただここはすごく大事なのは、うん、僕はいろんな暴露を言ってるけどもこと川上さんのことに関しては一切指示は出してないですよ。はい、あの出してます。どこで出してるんですか。はい、それは、うん、あの今日あの、まあ、動画がね、公開できないということで、うん、あの公開するのはリスクがあるということで、うん、あの公開しなかったんですけども、うん、でもこの動画は多分立花さんの動画だからこれ流してもいいですか。流せます。でどうぞ流してください、はい、いいですよ、はい、いけますかね。パソコンに入ってますか。はい、あそこのあれですよ。なんあの何番のやつだったかな。どうぞガンガン流してください。多分また川上さんちょっとドンって聞いてると思う。先ほど安倍さんが準備していただいたやつですね。うん、立花さんの動画です。この紙のやつでしょ。あ、そうです、ね、じゃないんですか。この紙のことでしょ。はい、これの紙、はい。これのどこだって言うんですか。はい、すちょっと一回じゃあ流す準備しますね。うん、はい。出ますか、スタッフさん。すいません、ちょっと今準備しておりますね。あ、そうです、そうです。じゃあこれ再生すれば配信にも流れますかね。うん、これ立花さんからの YouTube から使ってよろしいですか。もちろんどうぞ。すいません、じゃあ、はい、使わせていただきます。はい。声が出ないですね。音が。まあ、音が出てないかもしれない。みんなで出るんですかね。こっちに出るとハウリングとか起こさないかな。大丈夫かな。すいません、ちょっともう昨日の今日でバタバタさせて、すいません、もうちょっと。いやいや大丈夫。でもこの文章に出てるんだったら別にこの文章で言ってもらえばスッと話しますよ。でもこのこ、まあ、動画で一回、はい、全然いいんですけど、はい、見てみましょうか。どこの部分なんですか。と出そうですか、音声さん、どうでしょう。まああの簡単に言うと、うん、簡単に言うと角、はい、川のいろんな噂があると。出せる。角川のいろんな噂でしょ。はい、でその噂に関しては、はい、あの、うん、ガーシーにあの暴露するの期待するって言ってるんですよ。そうですよね、それはその通りですよ。はい、角川に対しての噂でしょ。はい、でこれでね、あの今回あのこれは、うん、あの梶原さんの動画じゃないので流せないんですが、うん、その別の動画の方でもガーシーにはそれやってほしいって言ってるんですよ、同じような内容で、ね、別の動画って僕が出てるのに別の人の動画。あ、そうですそうです、あの、はい、青汁王子の動画ですね。はい、まあ、もうめっちゃ簡単じゃないですか。だって角川っていうのはこの後捕まってるでしょ。これ8月でしょ。関係ありますよ。角川の犯罪してるじゃない。いや全然違う話ですよね。これ逮捕される前からの話よ。あの立花さんが言ってるのは女優の話ですよ。これ女優で書いてるじゃないですか。女優の話ですよ。オリンピックの書いてないじゃないですか。いやいや、書いてないじゃないですか。角川さんと女優の Y さんあたりの振りに関してもっと暴いてほしいなと思ってますって言ってるじゃん。あ、そうですよ。はい、別にそれは別に問題ないじゃん。もう暴いてほしいって言ってるし、うん、でそのガーシーにやってほしいって言ってるじゃないですか。うん、別にいいでしょ。それはあなたが言ったら指示になるんじゃないですか。だってそんなこと出てないじゃん。そんな風になったら指示になるんじゃないですか。別にこれに対しての指示はしてるよ。してますよね。これに対してはね。はい。でも川上さんに対してのこれね、もともとが FC2 とドワンゴの1億円の話でしょ。その動画ってどこに。
一応これ話についてしちょっとあの喋らせてください。もうあの立花さんばかり喋ってるんで、うん、どうぞ。あのとりあえずですね、あの僕は今までのあのこの感想を言いますと、まあいろんなあの人から、うん、からまあ立花さんはまあ論点ずらしをしまくるといやそういうことを言われてましたので、でもとはいえ多少話が通ずる人だと思ってましたが、あの予想以上です。予想以上にひどいです。予想以上に川上さんがバカだから、はい、なのであの多分これ弁護士さんが入ったら全然ちゃうと思うよ。いやいやいや、こんなに付き合う弁護士さんいないですよ。いや、そもそもこれなんでほとんど弁護士さんになるんですか。これ今田島さんとあの対話してるんですよね。いやだから対話してて、それはね法律の話をしてるんですか。そういや法律も含めて川上さんはじゃあなんでそれ困るとすぐ裁判とか言うんですか。なんですぐ法律とかって言うんですか。困ってない困ってない、バカに対しては裁判した方が早いって言ってんの。あ、なるほど、僕はバカだ、ね、うん、あなたバカだもん。今日喋ってみて分かった、ほんまにアホやな。いや、もうそれはアホやと思うよ。まあ、あのバカだっていうことに なったとしたら、立花さんをよく調べないでこの対談をしたっていうことに関してはこれバカだってことは認めます。だってですが、立花さんが言われてることっていうのはめちゃくちゃです。いや、だったらなぜ僕に裁判してこないの。僕に裁判してきたらいいじゃん、そこまで言うんだったら。いや、だからなんで裁判しなきゃいけないんですか。あの時なんでそう困ったら裁判を持ち出すんですか。違う違う、なんで困ったら裁判なんですか。裁判したらどっちが正しいかはっきり答えが出るじゃん。え、なんでですか。判決が出るから。裁判やったことあるんですか。え、裁判やったことあるんですか。裁判なんか死ぬほどやってますよ。2000件ぐらいやってますよ。で、裁判で何が正しいことが分かるんですか。裁判は判決が出るだけですよね。正しいかどうかが分かるもんじゃないですよね。なるほどね。いや、裁判やってんだら分かりますよね。そういう考えなんですね。なんかもうその考えだったらさすがにもうどうしようもできないじゃん。だって三権分立でね、裁判所で物事の論点をね整理して、でそれぞれ証拠を出し合って、でどちらが法的に正しいことを言ってるのか判断するのが裁判であって、それをそもそも裁判の判決がね川上さん正しくないというようなことをおっしゃるんであれば、それはもう法です。判決は正しくないって言ってないですよ。裁判で争えるのは何か利害があることですよ。別に言ってることが正しいかどうかなんてそんな裁判にならないですよ。例えば何かの理屈、何かのだって政策。川上さんはだって僕に対してガーシーの監督責任があると言ってるわけでしょ。じゃあ監督責任があるかどうか、民法715条が適用されるかどうか裁判してくれたらすぐ分かるじゃん。いや、あのね、その件に関して川上さん、ちょっと動画なぜ刑事告発だけしてさ裁判しないのかってちょっと聞いてほしい。ちょっともうまとめて申し訳ないですけど、動画先ほどの一瞬見れるかもしれない、うん、こうカメラとズームできますか、はいはい、私撮ってるカメラありますか、これで、うん、いや別に見なくていいんですよこれ。大丈夫ですか。見てもしょうがないんで、はい、立花あの川上さんのツイッターにありますね、貼ってあって、立花さんのやつから引用したNHK 党のとにかくこの論点について、この主催者の方ね、僕の方がちゃんと説明したいと思います、うん、まずこの監督責任があるかどうかっていうことで、まあ、立花さんは何て言ったのかって言ったら、この監督責任はあると、ただしそれは政治家としてのねこの職務に関係することにしかないと、それ以外のことは監督責任はないって言ったわけですよ、うん、でも一方で立花さんはガーシーの暴露を支持してるわけですよ、もしくは暴露がガーシーの政治家の仕事だっていうことも言ってるわけですよ、うん、でその状態であればこれは監督責任が暴露も含めてあるってことなんです。でそれに関しては僕に対しても同じことを立花さんやってるんですよ。だから少なくとも立花さんが自分で言っている理屈ではそんなことは立花さん言って理屈はまずおかしいってことです。でそのおかしいってことを指摘したら立花さん何言ったかって言ったら裁判やってくれですよ。そう、自分の言った理屈がおかしいのにそれに対しての回答がそれの説明じゃなくて裁判やってくれなんですよ。でそして何かっていうと、まあ僕がバカだとまあ確かにね、対談したのは本当バカでした。はい、そもそもガーシーは、川上さんの暴露なんてしてますか。してません。してませんよね。してません。僕は暴露するように言ってるわけで、川上さんに対して脅迫しろとは言ってないし、強要しろとも言ってないからね。そもそも川上さんはガーシーに暴露されてるという前提の話を進めてるんじゃないの。僕はガーシーに暴露しろとは言ってるけども、川上さんの暴露なんて指摘も指示もしてないし、そもそも暴露なんかされてないでしょ。
まず、暴露するっていうふうに脅すのは、これは脅迫とかに該当しますよね。暴露すると脅すのは脅迫に該当しますか。これはちょっと弁護士さん、僕はないと思うけど、はい、弁護士さん、ちょっとお顔は出せないと思うんですけど、ちょっと暴露をしてくださいっていうふうに言うのは、弁護士さん、お声は大丈夫ですか。いや、僕に教えてくれれば、それ該当しますか、ね、要するに害を与えるっていうことを相手に告知をして、何らかの恐怖感を与える、まあ、脅迫ですよね。該当する可能性はあるっていう、可能性があるですよね、はい、だから可能性があるだけであって、その僕は全然暴露っていうのは簡単に言えば名誉毀損のことですよ。名誉毀損ですよね。でそれで暴露っていうのは、でもいやいや、ちょっと待って、暴露の定義っていうのが、待ってくださいよ、待ってください。あのね、ガーシーはね、まあこの暴露をするときに必ずそれの脅迫の可能性が疑いがある行為をすでにやってるじゃないですか。それはガーシーっていうのはそういう人間です。で、立花さんは自分がやったのは暴露しろって言っただけだって言っても、その過程で必ずガーシーがやっているその脅迫行為の責任はないっていうことを言ってるわけですよ。それってずるくないですか。ずるくないもん。何もだって暴露しろっていうことは名誉毀損でしょ。要は名誉毀損の3要件ですよ。公共性、公益性、真実性があれば暴露していいわけでしょ。あ、そうですね。そうですよね。名誉毀損自体に関してはね。名誉毀損、そうでしょ。だから僕は暴露しろって言ってるんですよ。でも川上さんの暴露なんてガーシー何一つしてないでしょ。なんかしました。いや違いますよ。その過程で脅迫をやってますよね。いや、だから暴露したかしてないかって聞いてるんですよ。その過程で脅迫をしてるんだよ。暴露をするっていう脅迫をされてるんです。暴露をするっていうのは脅迫になるんですか。さっき可能性がある、可能性があるって言ってましたね。僕は可能性はあるかもしれないけど、川上さんの場合は例えばですよ、これちょっと大変失礼ですけど、例えば川上さんが不倫してた場合に、川上さんが不倫してますって暴露をすることは、多分川上さんのお立場からすれば公益性、公共性、もちろんそれしてれば真実性があるから、その暴露は別に違法じゃないと思いますよ。だから暴露しますっていう、公益目的に該当するかどうかっていうのは、うん、そこが引っかかる可能性ありますよね。それが公益目的、いや、だから可能性があるかどうかであって、それを決めるのは司法でしょ。だから司法でややこしいから、非常にこれは微妙な問題だから、だから裁判されたらいかがですかって言ってるわけじゃないですか。川上さんが異論があるようだから。じゃあ立花さん自身が問題がないし、まあ、問題があったとしてもそれは知らないって言ったわけですね。いや、知らないなんて言ってないですよ。僕は問題ないとも言ってません。知らないとも言ってません、はい、裁判で川上さんが訴えていただいて、その判決が出て私や党に損害賠償金の支払い命令が出たら、それは潔くちゃんとお支払いします。いや、だからそれは裁判で負けない限り知らないってことですよね。あ、もちろんそれは知らないですよ。だって白黒つかないんだもん。っていうことは別に裁判されても構わない。いや、むしろ裁判してくださいってお願いしてるじゃないですか。白黒つけたいから。なんで逆に刑事事件だけやっといて民事裁判しないんですか。いや、なんでしなきゃいけないんですか。いや、川上さんがこうやって文句つけてくるからじゃないですか。白黒つけるのは裁判所でしょ。でもさっきの、いや、なんで裁判所がつけるんですか。普通は別に裁判なんかしないですよね。普通じゃないじゃん。時間もお金もかかるし。じゃあ刑事告発すんなよ、告訴するなよって話じゃん。いや、なんで対談してるんですか。あなた対談、なんで対談申し訳ないんですか。話し合うためですよね。話し合うためには何か話し合ったらすぐ裁判。ちょっと待って、それおかしいじゃないですか。だから説明してるじゃん今。いや、あなたの説明ね、大体ね、おかしいですよ。まあいいよ、説明してください。じゃあ、だってそのところ説明してる。だって暴露は川上さんに対してはしてないでしょ。暴露するっていうふうに脅迫はしてない。だからしてるかしてないかってしてないでしょ。暴露されてないでしょ。まあされてないですね。そうですよね。そこ一番大事じゃないですか。なぜですか。なぜですかって、未遂と既遂で、だって暴露なんてもともと未遂ないでしょ。名誉毀損未遂罪なんてないでしょ。脅迫未遂罪とかないでしょ。脅迫はだからしてますよ。いや、それが脅迫に当たる。いや、FC2 のね、高橋さんの1億円に関してそれを支払わないようにしてくれというのは、僕はあれは強要罪だと思ってますよ。まあ恐喝未遂罪かどちらかですね。強要罪だと思いますけどね、うん、それは僕何も否定してないですよ。いや、否定してましたよ。
いつ？そのさっきの動画ですよね。いや否定しない、そんな僕そんなの強要罪なんて否定しないですよ。僕はあの時にこれは問題ないっていうか問題ないと思うっていうふうに言ってたじゃないですか、あの時は。まあそれが最近のなんか散歩動画なんかで、いやいや、まあ、それで認めないですよ。問題ないなと思ってないよ、そんなの。あ、えらいこと言ってるなと思いましたよ。これ川上さん、その動画では何ておっしゃってたんですか、それは。あ、動画でね、あのごまかしてて別のこと言ってたんですよ。ごまかしてるってほらほら、今のおかしいじゃん。ごまかしてるんだったら問題ないと僕言ってないじゃん、こうやって。いや、だから今問題ないと言ったっていうのがごまかしてるに変わってるじゃん。今その前の発言は立花が問題ないと言ったと、でも今高橋さんが聞いたらごまかしてるっていう、ほら変わってるじゃん。あのね、問題ないなんか言ってないって。だからあなたの動画ってのは卑怯なんですよ。何が卑怯なのよ。あなた何言ってるのか分かんないんだもん、全体を通して。それは川上さんが法律上の知識が乏しすぎるからですよ。いや、さっきから聞いてて立花さんより僕は知ってると思いますけどね、うん、申し訳ないけど。だから別に川上さんがそう知ってると思うのはいいですけど、だから僕から聞いてたらこの人本当意外にバカだなとしか思わないからねだって法律の知識が乏しすぎるから。だってご自身で暴露されたかされてないかも。何が乏しいんですか、具体的に言ってください。いや、だって法律の何かしてなかったことが具体的に言ってください。じゃあ今言ってるじゃないですか。だからそもそも暴露をするということが脅迫未遂とか恐喝未遂なんでしょ。違います、そのこと言ってないですよ。え誰がそんなこと言ったんですか。今さっき言ったじゃないですか。言ってないですよ。え言ってなかった。言ってないです。俺がおかしい。言ってないです。だってガーシーが川上さんの暴露をするって言ったら それが恐喝未遂だって今さっきおっしゃったじゃん。これ何 VTR 戻して聞かなあかんの。それぐらい調べなあかんの。は言ったよね。それ言ってない、俺の聞き間違い。言ってないよ、言ってたよね。あのね、暴露をするって言ってるのはそれは強化、それは脅迫です。恐喝未遂なんて言ってない、それは脅迫です。だから脅迫って言ったんでしょ。言ってないと言ってるじゃん。暴露をするっていうのは脅迫に当たりますか。一個じゃちょっと暴露をするというのが脅迫なんですよ。だからね、あなたのね法律知識めちゃくちゃですよ。いやいや、だからそれ全然弁護士さんからいるんだから。そんな雑なことね、さっきから言ってて。そこすごく重要でしょ。暴露をするっていうのは脅迫に当たるのかどうか、せっかく二人弁護士さんいるんだから。暴露をするのは脅迫なんじゃなくて、暴露をすることを告知するのが脅迫なんですよ。聞いてるじゃん、聞いてるじゃん。そうですね。ですよね。だから弁護士さんの見解だと、そのやり方によって当たるかもしれないと。ですよね。でここまで聞いてて、うん、立花さんにお聞きしたいんですけど、うん、立花さんがね、僕は面白いともいっぱい知ってますけれども、まあやべえともいっぱいあるんだろうなと思って見てますけど、あえて聞きたいんですけど、弁護士さんの見解はやっぱりその脅迫とかの可能性はあると。うん、でまあ川上さん、うん、でも一応こう市民じゃないですか。その一応このそういう人にこう可能性があることするってことは立花さんは。だからポイント、そこがポイントじゃないですか。一般の市民だったらそれはもうどうやってもダメですよ。まあ、一般の市民ではないですけど、うん、でもごめんなさい、上場されてる会社の役員さんでいいんですよね。上場企業の役員さんだったら全然一般じゃないと思いますよ。公共性のある人だと思いますよ。公共性がありますけれども、いや公共性があるのとか関係なしに、うん、暴露をするっていうふうに告知をするっていうことは脅迫に当たる可能性があるっていうのは、それは弁護士さんも今言われた話ですよね。そういう見解ですね。やり方によっては、だからやり方によって可能性があるわけであって、別に僕は可能性があると思っても僕はそれは全然問題ないと思ってるよ。いやいやあのね、うん、その言い方っていうのは全然問題ない、むしろ問題ないってはっきり言ってるよ。かなり卑怯な言い方だと思っていて基本的にね、裁判で有罪かどうかっていうのはこれ司法が決めるんですよ。そうですね。だからあらゆるものは可能性なんですよ。それはものによってその時の状況によって変わるかもしれないから、それは可能性がほとんどの場合可能性があるんですよ。で可能性があるんだったら問題ないなんて言ったら、もうほとんどのかなりのことが問題ないっていうふうな、そういう考え方なわけですね。そうじゃない、だって車運転手は人を引く可能性もあるんだから、車運転するのやめようって言ってるの一緒じゃん。全然違いますよね。だから明らかに弁護士さんがね、それはもうほぼほぼね、いわゆる犯罪に当たるっていうことだったら別だけど、弁護士さんが言う可能性があるっていうのは、それはもう限りなくゼロに近いとか 10%20% ですよ。限りなくそれは犯罪だというように言い方しない、可能性があるって言い方は、僕は弁護士さんの可能性があるっていうのは極めて低い確率だと思ってますよ。うん、まあここでね、ゼロとは言えないから、もちろんここで本当はそういうものなんか、実際のね、ガーシーが言われてるね、
あの動画とかを見せたいところなんですけどね、それが本当にこれは 10% 以下なのかどうか。あの川上さんがツイッターに並べていただいたやつですよね。はい、まあ、そうですね。そうですね。視聴者の皆さん、はい、もしご興味あったらウェブでこう、あれが脅迫の可能性というのが本当に 10% 以下なのか。こう具体的にはこの紙に記したやつですよね。まあそうですよね、うん、まあ、そういうようなやつなんですけども、まあ、あのそもそもあのそんなことしなくてもあのガーシーさん の, あの動画って、うん、あの相当見られてるはずなんですよ、今まで。今まで相当見られてるはずなんですよ。見てます、見てます、はい、でそうすれば、まあ、大体ガーシーさんがどういうふうな、うん、あの言い方で口調であのどういうような内容を言ってるのかっていうのも知ってるはずです、はい、その上で 10% 未満っていうようなことを言ってるわけですが、はい、その通りです、はい、っていうふうに立花さん思われてるってことですね、はい、その通りです。だからそれはそれでいいです、はい、一応でも視聴者さんのために一応補足すると、はい、それは川上さんのその上げた動画ってどんなことをガーシーさんがおっしゃってたっていう形でしたっけ。いや、なんだっけ、僕もちょっとこのなんて書いてあったのか、これも多分この書き起こしを読んだ方がいいと思うんですけども、はい、まあ、一番最後のやつとかですか。立花さん、これ2枚目の多分ですね、はいはい、やつとかですかね、はい、左上014とかここら辺のことですかね、今おっしゃってたの。まあそうですよね、うん、まあドワンゴに攻撃を仕掛けている。そうでしょう。だからドワンゴに攻撃仕掛けるのはいいことじゃないですか。現にドワンゴさんというか角川はめちゃくちゃ悪いことしてたでしょ、その後1ヶ月後に。これはガーシーさんの動画からですね。いや、1ヶ月後ってこの時知ってたんですか。もうこの時にはすでにしてて、なんで関係ないのよ。だってドワンゴって明確に書いてるじゃん。え、なんですか、ドワンゴに攻撃する。別にここに川上さんとかっていう話じゃなくて、ドワンゴやね、角川というね会社が不正をして3人も逮捕されてるんでしょ。で、いや、そのことを言ってるんですか。そうですよ、そうですよ。ガーシーさんがあのそのあの攻撃するっていうのはそのことを言ってるんですか。そのところで言ってるの。それ以外ないじゃん。もちろんね、いや、それ本当ですか。川上さんの個人的なことがあったらやってほしいと思ってましたよ。でもこの時には、去年の8月の段階ではもうすでに例の、ね、オリンピックと電通の問題で角川がね、不正、いわゆる犯罪をしている可能性が極めて高かった頃ですよ。この時は全くニュースに出てないです。いや、可能性十分高かったじゃない。何言ってるんですか。電通の高橋さん捕まってたじゃないですか。ニュースに、角川の名前はニュースに一切出てない。いや、そんなの角川が出てない。出ていません。だから出てないことを。この時点では出ていません。出ていません。はい。だから。じゃあ、その、じゃあ、知ってたんですか。そうそう、知ってるじゃない。僕、NHK のオリンピックの担当してたんですよ。高橋さんとかよく知ってるんですよ。あの、電通の高橋さんとか。そしたらそのスポンサー企業として入ってますよね、角川さんは。電通、あのオリンピックのスポンサーで入ってらっしゃいますよね。まあ、じゃあ知ってたというふうに知ってますよ。そんなのするんです、ね、やってるということは十分可能性があったから言ってるんじゃないですか。電通が捕まった高橋さんが逮捕されたら知ってます。いや、これ、ね、女優って言ってるんじゃないですか。女優とちょめちょめとか言ってるじゃないですか。これも知ってますよ、もちろん。女優とちょめちょめって言ってるじゃないですか。そんなの一つの話じゃん。別に Y さんって出してるだけでこれがなんか名誉毀損だって言うんですか。いや、違いますよ。あなたが言ってることは嘘だって言ってるんですよ。オリンピックのことをあの時は本当にしてるんだったら、なんでオリンピックのこと言わないんですか。そんな女優のちょめちょめとか、そんな、こんなすごく古そうな話、ね、言ってるから言ってないように聞こえるんでしょ。あ、他にも言ってない。じゃあ他に言ってるところじゃ見せてください。じゃああるんだったら、そんなもんはないです。だって僕とガーシーの間で、あの、だって別にあのネットでって公開されてないものだってあるから。あ、じゃあそういうの示してください、そんなの。いや、今僕が見ている範囲で、その、あの、オリンピック事件について言及したのは一つもないですよ。川上さんが見てる範囲じゃないところ、僕はそもそもね、じゃあ電通の高橋さんの問題についてそれまでじゃあ去年の8月時点で触れてないわけないですよ。いっぱい YouTube でやってますよ。これから電通と付き合いのある会社の人たちが次々逮捕されていくでしょうって言ってますよ。その中の一つが角川じゃないですか。それに関してのガーシー情報を持ってたら暴露してくださいって言ってる。あのね、だったら現に捕まってるじゃん。いや、違いますよ。あなたが捕まるかどうかが一番興味があったの、多くの人が。あのね、あなたじゃない人が捕まっただけでしょ。捕まったでしょ。そのこと言ってないじゃないですか。そんなこと言ってないのに、まあ、何度も言ってない。その後出しでね、後出しで知ってたみたいなこと言って、あの、言ってないじゃないですか。知ってないじゃなくて川上さん、あなた驚いてたじゃないですか。何が、捕まってすごいなって。いや、ニュース驚いたじゃないですか。うん、だから捕まったなって、すごいなって、うん、本当に地検動いて、東京地検特捜部があなたの会社に対して強制捜査入って逮捕者出たんでしょ。それをすごいなって言ってるんですよ。今までもみ消してたから。
もみ消してるじゃん。もみ消してるじゃん。じゃあこれまでのオリンピックとかでやってないの？電通との付き合いでやってないって言える？やってません。ああそうなんですか、はい、やってません。はい、わかりました。それは俺も証拠がないから。いや証拠は何言ったんですか。いやだからやってないって言えるかって聞いただけじゃん。何言ってんの。やってる、やってないんでしょ。やってないんだってやってないでいいじゃん。やってませんよ、うん。いやでも現にあなたの会社捕まってるからね。いや現に捕まってるのとあなたはそれ関係ないじゃないですか。それあなたの手柄でもないし、あなたがそのことも言ったわけでもないし。手柄でも何でもないよ。だってあなたの会社捕まってるから、ね、それだけですよ。それを言ってくれって、暴露してくれって言ってるだけじゃん。いや言ってない、言ってないですよ。それ何後出し言ってるんですか。その知らなかったじゃないですか。まあ一回ちょっとこう論点整理してください。まあいいや、まあいいや、まあ、だからその論点でいいじゃん。まあ細かいね。まあそれはもうそんなこと言われたら川上さんたまったもんじゃないからね。どうしましょうか。今のとこ整理するか、ちょっと先論点いくかどうしましょう。いやもう全然いいですよ。もうだってこれもういや、まあ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 何でもいいんですけど、うん、あのまあどちらにせよ。うん、僕の今の感想を言いますと、あの本当に適当なことをその場ででっち上げて言うんだなと、そういう印象を持ってます。この、 あのオリンピックの問題って、あの当時のね、その角川社内の立場からするとこれ一番の関心事だったんですよ。この僕らと社内で、そのもうすでに捜査が始まっているのは分かっていましたから、うん、で僕らはそれがいつメディアに出るのかっていうのが非常な関心事で、それは重要なことだったので、はい、会社にとっても、はい、でなのでこのガーシーの件が、うん、実際にこのオリンピック事件のことなのかどうかっていうのは非常に注意深くウォッチしてたんですね、はい、でそれはガーシーもそうですし立花さんの発言もそうです。でそれで僕らが下した結論は、まあ、こいつら何も知らないなですよ、うん、でそれで実際に報道されたらいきなりガーシーも立花さんも大騒ぎして、なんかいきなり僕が捕まるとか、その喜んで放送したんですね。もう喜んでたんですよ。まあ知らなかったじゃん。まあそれがまあ今日ここでやってると、あたかもその前から知ってた、高橋さんとは知ってから知ってたんだみたいなことを捏造されたっていう、もうその時点でですね、まあこういうようなやり方をする方なんだなというのが本当に分かりました。うん、まあ、それはね、僕らという犯罪を犯した企業の役員が言ってます、はい、見苦しいですよ。全然論点からずれてるから。いやずれてますよ。いやだから今回の話にオリンピックの事件何の関係あるんですか。オリンピックの事件ちょっとなんで出てきたかわからないけど、いやあなたが出したんですよ。だから僕これガーシーがちょっと待ってください。これガーシーの動画見てる人わかると思いますけど、うん、FC2 の高橋さんは川上さん個人を責めると、でもガーシー自身はドワンゴや角川を攻めるとはっきりこの時言ってたでしょ。僕の周りを、僕の周りを攻めるです、うん、正確に言うと僕の周り、うん、僕の家族だったり、はい、僕のその会社を攻めるっていうふうに言ってました。会社を攻めるって言ってるんでしょ。そうです、はい、だから会社を攻めるっていうネタを持ってると、ガーシーは持ってると僕は思ってましたよ。だから知ってるんだってやってくれって言ったんです。いや家族を家族を責める、会社を責める、周りを責めるっていうのはガーシーは一般論として言ってたんで、そんなのがネタが持ってたのかって言ったら、その後実際なかったんだから持ってなかったでしょうね。持ってないで言ってたわけですよ。まあ、ここにあるのちょっと、まあ、読みます。これは動画を書き起こしたやつなので、まあ、一部読みますと、まあ、俺高橋さんとドワンゴの件、ドワンゴの社長に謝ってずっと一部で言ってて、絶対さらしたるからなっていう話でドワンゴに対して攻撃を仕掛けてんけども、とだから俺は高橋さんに即答しました。高橋さんってこれ FC2 のですよね。そうですね、はい、じゃあ僕もドワンゴと喧嘩しますって、これはもともとドワンゴの社長にも言ってました。僕はどこまで言っても あなたがどんな綺麗事を言ってもあなたが言ってることは 200% 正しくても高橋さんの味方ですと、うん、17年歴史あるし、高橋さんに何回も救ってもらうことあるし、うん、恩義があるから高橋さんの味方でいて、ドワンゴが 200% 正しかろうが 300% 正しかろうが関係ないと、うん、とことんやると、で角川、ガチガチ叩きますと、うん、ドワンゴに関してもいわゆるカード化に対しても、僕が持ってる暴露をどんどんしていこうと思います、初一個で決着して高橋さんと和解しておいた方が絶対よかったと思わせる結果を出します。俺も、うん、俺ができることってそれやから高橋さんに対してね、というような、うん、次ですよ。ここですよ。ここから大丈夫です、ね、ここからですね。ほんであとこれ
でしょ、これ読んでくださいよ。で、あとこれ高橋さんが提案というか、これぜひ言ってほしいと言われたので今います。高橋さんがドワンゴ、もし親会社の角川を含めて情報を集めてます。僕は僕でね、自分なりに集めているんですけども、高橋さん集めてます。皆さん、ドワンゴと角川に関して何か情報あれば、DM を高橋さんに送ってくださいと、自分でもいいですと、高橋さんが返答あると思います。それに対して高橋さんが、俺ほどの視聴者もフォロワーもいないから、高橋さんが出してきた提案というのが懸賞金、懸賞金50万円から300万円までその情報制度によって高橋さんがお金を払いますと。そうでしょ、ようなこととか、いろいろ。もう一回読みますよ。もう一回大事なところなんで読みますよ。いや、大事なところなんですか。高橋さんがドワンゴ、もちろん親会社の角川も含めて情報を集めています。僕は僕でね、自分なりに集めてるんですけども、高橋さんも集めてます。だから皆さん、ドワンゴと角川に関して何か情報があれば、もちろん俺に全部くれてもいいですけど、高橋さんに DM 送ってください。高橋さんからの返事があると思います。返答か。それに対して高橋さんが、俺ほどの視聴者もフォロワーがいないから、高橋さんから出してきた提案というのが懸賞金、懸賞金でこの不景気に50万からマックス300万円までその情報の制度によって高橋さんがお金を払うそうです。明確にドワンゴや角川って法人を してるでしょ。これに対して僕はここに記録がないけど記憶よみがえりましたよ。川上さんこれで何て言ったかって言ったら、こんなことされたらどんな会社でもね、なんか出てくるっておっしゃったでしょ。どっかでツイッターで書いてませんでした。あ、そうですね、書いてましたよね。そうですね、うちの党そんなん出てきませんよ。それは違います。あなたの会社悪いことしてるから、こうやって300万円の懸賞金かけられたら悪いことが出てくるって辞任してるじゃないですか。いや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 、普通の会社出てきませんよ。立花さん、あなた訴えられてますよね。誰から訴えられて負けてるじゃないですか。誰からよ。知りませんよ、あなた負けてるじゃないですか。ちょっと待ってよ、あのね、あのね、訴えられてる件数が多いから誰か言ってくださいよ。いや知りませんよ、知らないんですよ。あなた裁判負けてますよね。あの勝ってもいますから、あの執行、あの執行猶予判決受けてます、ね、それは刑事だから訴えられてるじゃなくて刑事の話。そうですね、民事の話じゃないの。民事の話、民事と刑事の違いが何かこの何か意味があるんですか。起訴されてるとかでしょ、それ言うんだったら。訴えられてるっていうのは普通民事でしょうが。これ弁護士さんどうですかそれ。それ何か違い、今の文脈で、今の文脈で起訴が訴えられてるっていうのの違いって 何があるんですか。それ何か意味があるんですか。めちゃくちゃ大きいじゃないですか。刑事違いますよ。今ね、今の文脈は何だったのかっていうと、あの、もともとそのどんな会社でもね、あの、そんなことされたら困ると僕が言ったわけでしょ、はい、何かあると、ね、で、はい、あなたのところそれがないって言ったわけでしょ。ないですよ。だからそんなのものはしてるじゃん。そんなものはない、そんなものはないって言ってるわけでしょ、はい、でもあなたは、あの、そのじゃあ、あの、その刑事事件で起訴されて有罪判決されてるじゃないですか、はい、普通は恥ずかしいんですよ。それは恥ずかしい、あなたが恥ずかしくないだけじゃないですか。そうかな、あなたが恥を知らないだけですよ。政治家はそういうもんですよ。例えば過去にガンジーだって刑事事件になって、あの被害、あの被告人というか刑事事件でね、牢獄に行ってるし。いや、ガンジーみたいな かっこいい罪捕まってないですよね。ガンジーもそうだし、もっと恥ずかしい罪じゃないですか、捕まってるのは。もう声大きくするのやめましょうよ。かっこ悪いから。うん、全然かっこ悪いよ川上さんも。いや、あなたがかっこ悪いですよ。そうだろ、まあ、別に川上さんがそう思うのはあなたの主観ですから、まあまあ、1個じゃあ立花さん、次のこの、はい、僕1個気になった今、はい、会社ですよねって話があったじゃないですか、はい、あの今角川とかドワンゴって会社のことですよねって話だったんですけど、この1ページ目の終わりから、はい、この4、5行ですかね、ここはどう思われますか、はい、ちょっとお読みいただいてもいいですか、恐縮なんですけども。1ページ目の4、5行、あのガーシー、はい、俺と違ってっていうところからですか、うん、俺と違ってっていうところですね。あ、え、ちょっと待って、ガーシー、俺と違って奥さんがいるからね、アキレス腱があいつら あるからあいつはって言うでしょ。そうですね、でもそこ責められたらあいつ終わってしまうから絶対の奥さんはもうやってないになるね、精神的に俺が詰めてっていうことでしょ。そうですね、これはもう間違いなく脅迫ですよ。それは別に僕否定してないじゃん。でも僕はそんなことしろとは一切言ってないからね。何でもそれやってるの知ってますよね。お、もちろん知ってますよ。だから今警察が受理してるんじゃん。はい、うん、で知ってますよね。でそれずっと前から知ってますよね、はい、でも僕は別にこれを指示してないからね。いや、指示してないのは、はい、あの、言ってません。じゃあその論点の、はい、それはそれで、はい、まさに今ガーシーが刑事事件の被疑者になっていることについては何の問題ないと思ってますよ。そこは多分この後、あの、うん、そこにだから僕が担当責任があるかどうかって話でしょ、うん、で論点そこ、ね、大事じゃないですか。スライドいきましょうか、うん、じゃあ論点のじゃあ21ですね、21、うん、はい、
そういった、まあ、ガーシー自身は脅迫に類するようなことっていうのは、うん、時たまやりますよね、うん、でそれって前から、はい、前からそうですよね、はい、それは候補者にする前からそうですよね。そうですね、はい、でそれはこう、はい、それ知ってましたよね。はい、知ってましたよ、はいはい、じゃあこれはここでいいです。はい、21でしたっけ。21、ちょっと読み上げますね。立花氏はガーシーの、はい、ガーシー元議員ですね、の行為過去攻撃の違法性を候補者にする前から認識していたはずである、まあ、正確に言うと違法性がある可能性があるということですよ。違法性が確実に違法だとは思ってないですよ、うんうん、の可能性があることは認識しました、ね、はい、もちろん、はい、はいはいはい、じゃあ結構です。じゃあそれで、あのそれに対して、あの一応知ってたわけですよね。で知ってたわけで、そ の, あの論点3、論点3お願いします。ちょっと読み上げますね。で抑止 していたのか、まあ、これは今まで の立花さんの発言でも、うん、あのほぼそうだと思う、あの思うんですが、抑止はしてませんよね。してません、はい、してませんよね、してません、はい、はい。じゃあその次 の, あの、じゃあ論点の、13、違法性の疑いがある行為を幇助してなかったか。僕は幇助してないと自信がありますよ。幇助してない自信があります。逆にどれが幇助だとおっしゃいます。具体的にご指摘いただければ。はい、じゃあ、そこら辺をやりましょうか。はい、うん、はい、一つは、うん、あの論点の23、これ、被害者に対して、うん、立花さんって、うん、常に民事訴訟を進めてますよね。そうですね、はい、民事訴訟すれば正確に出るじゃないですか、証拠。あ、まあいいです。あの、まあ、理由はもう、ね、あの散々あっちこっち言われてるんで、まあ、それはあの聞く必要ないと思うんですけども。自分が聞いといて何言ってんの、はい、いや、やってますよね。いや、だから自分がここで質問しといて、はい、人が回答してるの遮るのって失礼でしょ。なぜかってあなたが聞いてるんじゃん。いや、僕は事実を聞いてますしてますのかっていうのを聞いてたけど、だから理由は聞いてないです。進めていたのはなぜかっていうのを出してるのよ、あなた。はいはい、何言ってるの、あれ見て、なぜかって書いてある。あ、じゃあ説明したいんだったら説明してください。じゃあ説明したいんだったらしてください。だから民事訴訟を進めていたことを、はい、進めていましたかだったら分かるけど、はい、なぜかっていう自分スーパー出してきてるんだよ、はい、ボケてんじゃないの。いや、だって、いや、説明したんです。じゃ説明してくださいよ。じゃあ明確に、いや、そこは論点だったらもう大事じゃないですか、はい、明確に裁判所が最終的にこれが違法かどうかっていうね、書いてるじゃないですか、違法性の疑いがある行為って。それ決めるのは違法かどうかを決めて、しかもそれがかつ違法であれば、それが法律やる刑法に当たるのか、刑事事件に当たるのか、またどの程度の損害賠償金に当たるのかは裁判所が決めるというのがこの国のルールですから、だから進めてるんじゃないですか。で、あの実際にね、それで、あのそれって、あの文句を言いづらくなりますよね。裁判しろって言ってるわけなんだから。普通の人にとっては裁判っていうのは敷居の高い行為です。でそれ日本の裁判制度って時間もお金もかかるし、それで、あの解決するって言っても実際にその裁判官で解決するのが揉め事のほとんどで、あのそのあらゆる揉め事に対して民事訴訟を進めるっていうのは、これは実質ガーシーのあの行為をこれ諦めろっていうようなことを言ってるのに近しい効果を持つと思いますよ。だったら NHK でも民事裁判するのやめろって言ったら、揉め事は最終的には離婚にしても喧嘩であっても終結は裁判で決めないと喧嘩になるでしょ。裁判官という中立な人がいて、それを税金で飯を食わしてるわけですよ。裁判所っていうのはその民間同士、人と人や人企業も含めて争いが起こった時に仲介をしてくれるのが裁判所なんだから、そんなに文句があって相手側がねに対して文句が言いたいんだったら裁判すればいいじゃないですかと。しかも刑事事件はガーシーが外国にいるから捕まえなければ進まないけど、民事裁判はガーシーの送達場所がちゃんとガーシー事務所があるわけだし、当然それで負ければガーシーの議員報酬を差し押さえることができるんだから、ちゃんと被害弁済という意味で裁判されたらどうですかって。でこれについて の,、うん、あの僕の見解を言いますが、あの実際あのもし立花さんがあの言ってることが本当だったら、ガーシーがなんで BTS 詐欺事件であの被害者と和解することをあんなに恐れていたのか、でそして今あの実際刑事告訴されたら日本に帰るのをあんなに恐れていたのか、
ガーシーが本当に恐れていたのは刑事告訴なんですよ。そして民事訴訟なんていうのは時間もかかるし、で実際にそういう暴露云々みたいなところをされているような時の民事訴訟なんていうのは問題の解決にならないんですよ。本来の問題の解決につながる刑事告訴っていうのを立花さんは妨害して民事でやれっていうことを言ってたわけですよ。あ、分かった。川上さんは刑事をやったら民事ができないと思ってます？関係ないですよね、それ。いや、どっちですか。問題なのは刑事告訴をするのが質問に対してイエスかノーか知らないかで答えてくださいよ。刑事告訴をしたらそんなの両方できるに決まってるじゃないですか、うん、だったら両方すればいいじゃないですか。なんで両方しなきゃいけないんですか。お金も時間も変わるんですよ。普通の人にとってその両案訴訟を抱えるのは大変なことなんですよ、ね、相手は外国にいるんだから刑事告訴をしてもこのまま逃げ切る可能性極めて高いわけでしょ。でも民事裁判だったらすぐにできるからどっちが正しいかっていうのは答えが出るじゃないですか。まあ、だからこれはねもう完全な詭弁だと思ってまして別にやれと言ってるわけじゃないじゃん。あなたなぜしないんですかって進めてるだけでしょ。白黒はっきりつけたいんだったら民事裁判したらできるでしょって。まあ、ちょっとその疑いの可能性がある行為について別に刑事だけじゃなくて民事裁判で違法なのかどうかを判断すればいいんでしょ。僕が僕の、うん、話をしようと思いますが、うん、そのやっぱり、ね、ガーシーさんの行為って確かに、ね、海外にいる場合って普通はこれはなかなか捕まらないし警察も捜査に動いてくれないんですよね。でもガーシーさんの場合のようなこんな大きな社会問題になっている場合っていうのはこれはやはり警察も世論だとか、まあ、もしくはある種見せしめにしないと模倣犯が出ちゃいけませんのでこれ動いてくれる可能性っていうのは高いんですよ。でその時はその訴えて被害を申し立てている人の数が多ければ多いほど動く可能性が高かった。であれは国民的な話題になってましたからね。本当にガーシーが恐れていて実際に問題になるのはその刑事告訴がたくさん被害届がねされることなんですよ。被害届がたくさん出されて告訴したいって人間が現れることなんですよ。で実際このように警察は動いたわけですよね。これ問題が大きいからなんですよ。でその法律には詳しいと僕なんかにも全然詳しいと僕はバカだって言っている立花さんはずっと民事訴訟をしろ刑事告訴は意味がないっていうことを言い続けていたんですよ。今もそう思ってますよ。今もそう思ってますよ。だってドバイという国に逃げてる UAE に逃げてる人間が摘発される可能性って僕は極めて低いと思ってます。それだけですよ。だから今から持ってるよね、うん、それはそう。だからこの後おそらくその今ゴールデンウィークにガーシーがね国内に送還されるとかっていう報道してるバカなテレビ局もいっぱいありますけど僕はもう 99% ガーシーはこのまま日本に送還されることはないと思ってますよ。それはその時から思っているから。でガーシーは困ってないんですか今。別に最初から彼は逃げるつもりでしょ。困ってないんですか。困ってないと思いますよ。そうですか。困ってないんですか。いや困ってないって、だってもう日本に帰らないとはっきりと3月16日に宣言をしてもう本人はドバイなり日本に帰らないということを決めて困らずに。それは刑事告訴されたからですよね。刑事告訴されたからもう帰れないと言ってるわけで、それまでは帰る帰るって言ってたじゃないですか。あ、それはねちょっと僕も言えない部分があるから、さすがにガーシーのことがあるからね。それはもう全然川上さんちょっと認識違うと思いますわ。最初からガーシーは帰る気なかったです。答えだけ言っとくと。それは僕とガーシーの間での話ですから言えるのはここまで言いますけど、ガーシーはもう最初から日本に帰ってくる気なかったです、はい、それは決めてたんですか。もう最初からそう言ってましたからね。これ、うん、なんでそうするとこうトルコとか、はい、でこうひょっとしたら帰る調整しているかもみたいな。あ、そこはねやっぱりいろいろと情報とか、まあ、おそらくパスポートとか、これは僕はもう全然聞いてないけども、パスポートとかを多分買ったりしてたんだと思いますよ。そのための時間稼ぎをしてたんじゃないかなと僕は思いますけど、それは本人も聞いてないから。ただドバイという国はいろんなパスポートが買えるっていうのは聞いていますからね。
で本人自身もドバイの永久ビザを持ってると言ってましたから、だからそういう意味ではもうそもそも日本から逮捕状が出て国際手配をされても僕は送還されないと思ってますよ。それはこれから答えが出てくるんじゃないですか。逆に川上さんはいつ日本に送還されると見てます、それとも送還されないと思ってます。まあそれは僕も知りたいですよね。で、うん、だから知りたいですが、僕も知りたい、ただし言えるの、言えるのは、あの少なくとも刑事告訴されて逮捕状が出るっていうことは、ガーシーは追い詰められてますよ。それはね、日本にはね、帰ってこない、最初から覚悟が決めたかもしれないんですけども、少なくとも今までのような自由な生活はできないし、まあそれは今までのような自由な生活はしているじゃないですか、今も逮捕状が出た後もやる報道 してますからね。普通にライブやってますよ。いや、でも場所は隠しますよね。場所は最初から隠してたじゃないですか。一度も言ってないでしょ、ガーシーのドバイの場所なんて。最初から隠してるじゃない。何か変わってるんですか。逆にガーシー何か変わってるのかっていうとそれは川上さんが勝手にそう思ってるだけで、僕はガーシーは全然ある意味もう日本に帰らないっていうことが決まったから開き直ってると思いますけど、だからこの後ガーシーがどういう状態になるのかを僕はずっと考えてここまで来てますよ。だって僕はガーシーが日本に帰ってきた場合と帰ってこない場合の両方想定してやってますから。だから巨額を出してほしいんですよ、巨額を。で例えば今 BBC が一生懸命やってくれてますけど、ジャニーズ事務所のね、ジャニー北川さんが 少年暴行していわゆる15歳や16歳の男の子に性的虐待をしている、それをどこも報じない、そういうようなことをガーシーならできるだろうと。だからドバイにいて安全な日本の警察や日本の腐った政治家の魔の手が届かないところから情報の発信をしてほしいって言ってるんです。だから最初から帰ってこなくていいって僕ずっと言ってるんです。じゃあ論点24表示してしまっていいですか。でスライドに1回戻りましょう、論点24、はい、という先の話にも総合すると、三木谷氏への暴露立ち話から支持されてたっていうふうにガーシーが発言しましたけど、はい、それは事実だってことですね。もちろん事実ですよ、はいはい、ちなみにそのネタ元ってその情報自体っていうのも立花さんが提供したものはあるんですが、もちろん立花さんが介在したものっていうのは、いや僕が出したネタっていうのは三木谷さんの暴露に関するものは僕は一切持ってないです、具体的なものは持ってないです、はいはい。その他あと誰でしたっけ、木原さんについても同じですか。木原さんについても同じだけど、木原さんに関しては具体的なネタを提供してますよね、はい、木原誠二官房副長官でしょ、はい、それは僕は結構情報は提供してますよ、はい、でそれでガーシーが暴露したってことですね。木原さんに関してはほとんど暴露してないんじゃない。なんか暴露しました。いや知らないですか。いやしてないですよ。いや少なくとも飲み会云々観音とかっていう、まあ、よく分かんない暴露は少なくともあったと思います。よく分からないというか別に、まあ、よく分からないというのは、まあ、よく分からないというのは僕としては興味がないという意味で、まあ、それが世間的にどうなのかっていうのは僕は知りませんが、まあ、何らかの暴露というのはされてますよね。だって木原さんはだってこう、はい、まあ、バリバリの公人でそれ事実だからね、はいはい、何ら問題ないと思いますよ、はいはいはい、でそういうことをやりたってことですよね、うん、はい、はい、でで実際にじゃあ論点4の方に行ってほしいんですが、論点4、はい、で今回逮捕状が出たわけですが、うん、このまあそのガーシーのその一連の行為ありますよね、うん、それに関して立花さんってやっぱり僕はメリットを得てると思うんですよね、うん、それは明確に、うん、実際にそういう違法性の、まあ、可能性の高いっていうふうに、まあ、言いますけれども、うん、そういう行動でガーシーは人気を持ったのは事実だし、それによって、うん、得票したし、でそれを利用して、うん、政党交付金を得てるわけですよね、うん、それは認めますよね。いやガーシーの違法性の疑いがある行為によってっていうちゃんと注釈がついてる以上は、うん、それはそれによって利益を得てるかって言ったら利益を得てないですよ。
だってガーシーの要請のある行為によって利益を得てるってなれば、例えば YouTube 広告で得た収入を僕が得てるとか、そういう意味でしょ。違います。だったらそれは間接的な利益を得てる可能性はありますよ。はい、うん、そんなこと言い出したらガーシーが買ったパソコンだってそのパソコン売った業者利益得てるじゃないですか。いや違います。僕が言ってるのはこのガーシーの票についてです。ガーシーの票について。そうです、うん、ガーシーの人気を利用して、うん、あの NHK 党は、ね、そうです選挙で票を取りましたよね、うん、はい、でそのガーシーが言ったことでギリギリ政党交付金の条件を満たしたわけですよね、うんうん、それは事実ですよね。まあ事実かどうかわからないですけどね。だってガーシーがいなくても当選したかもわからないから。だってガーシー28万票でしょ、はい、NHK 党120万票ぐらいですから、もしガーシーの票が全部無効になったとしても政党交付金 2% 超えてますよ。あ、そうなんですか。はい、いや その数字で言えばね、はいはいはい、はい、だからその間接的なことについてまで言われたら、それは利益を得てたか得てないかって言ったら利益を得てたって言えるのかな。ちょっとその何の利益を言ってる。いや政党交付金です、うん、政党助成金、まあ、交付金一緒ですけど、ね、そうです政党助成金ですね、はい、政党助金。それはガーシーの違法性、はい、の違法性の疑いがある行為によってかどうか分かりません。そもそも違法性の疑いがある行為ですから、これ本来はちゃんと適法かどうかをやってほしいわけですよ。僕だから刑事は無理だから民事やってくれませんか、まあ、まあ 今あの刑事で告訴されてますね。だって推定無罪じゃん。そうですよ、うん、じゃあこれがあの判決が出て、うん、これは違法だってことになったら政党助成金は返金しますか、うん、しません。はい、はい、しません。でそれは、はい、あのじゃ あ, あの この前 の, あの前提をあのもう一回まとめたいんですけども、はい、あのまず一つは、うん、まあ、あの立花さんは、うん、ガーシー自身の違法性のある、うん、あの疑いのある行為については、うん、当選前からあの認識していて、そして候補者にして、でそれで NHK 党の議員として当選したわけですよね。そんなのだって違法性の疑いがある行為がある人だっていっぱいいる。いやまず事実ですよね。いやまあいいですよ、いいですよ。でそしてそれも知っていましたし、だから違法であると知っていてとね、違法性の疑いがある行為っていうのは全然違うからね、はい、いやだから違うのを認めた上で、でも事実そうですよね。僕が言ってることに関してはおかしいんですか、うん、僕は疑いのある行為というふうにちゃんと言ってますよ、うん、だから疑いのある行為なんてみんな いやだから疑いのある行為なんて、はい、もういろんなものが疑いがある行為って山ほどあるから、だから それに対して、はい、あの白黒はっきりつけなきゃいけないと思ってるんですよ。その疑いがあるで、だって疑いであるからって言ってそれがダメって走ったら、あ、まあ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 、うん、じゃあそれはだってそんなこと言い出したら NHK にお金を払うななんて違法性の疑いがある行為でしょ。むしろ違法の行為でしょ。それ弁護士さんどうですか。 NHK にテレビがあるのにお金を払うななんていうのは違法な行為でしょ。疑いじゃなくて違法行為でしょ。もっと分かりやすく言うと、テレビがあるけど契約するのは違法行為でしょ。放送法64条において、うん、NHK と放送受信契約の締結義務がある人に契約するなっていうのは明らかに違法行為でしょ。まあ、田島さん、それを公約に掲げてるってことですよね、はい、別に違法行為を別に問題ないと思ってるから、うん、はい、ということですね、はい、そこに関してはじゃあ問題ないと思ってることですね、はい、ものによってはね、はい、でも法律の種類によってです。はい、はい、でもそんなことも一般的に見て、また出た一般、あ、一般でいいですよ。いやだからその一般を言い出したら、最初に僕説明してた、僕は改革の政治家だから一般的にいいか悪いかって言ったらね、いやだからそれは一般的にいいのは自分は関係ないとはっきり言ってくださいよ、うん、関係ない、それでいいですよ、はっきり言いますよ、あ、それでいいですよ、関係ない、そうですよ、 NHK にお金を払わない人が正解、はい、はい、はい、今あれですね、ここまでのスライド整理してってるわけですよね、はい、論点2から3と、はい、そうです、はい、あのその一般的に見て、そのガーシーのようなそういう、うん、あの脅迫行為で人気を得て、でそういう人のそれでも脅迫行為ってばっかり言うけど、脅迫行為されてるのって川上さんだけじゃないの。あ、何ですか、綾野剛さんが、綾野剛さんはだって今裁判してますよ、実際あのもう一人のだって訴えての3人でしょ、川上さんの3人ですよね、知らないです、あ、知らないのか、そのことも調べてないのか、3人なんですよ、綾野剛さんと、あの、まあ、あのじゃあもう少し言いますけども、うん、違います、
あのこれ以上は言いませんが違います。取り下げたんでしょ三木谷さんは。いや知りませんよ。ほんなだから知りませんっておかしいじゃん。知ってるけど言わないで三木谷さんですから。いやそれは言いませんが、あのそのあの報道されてるのは3人です。そうです、はい、それ正確なのはそれです。はい、報道されてるのは3人でしょ、はい、報道されてるのは3人です。でも報道されてるのは事実を知ってるってことね。かっこいい。でも言えないんでしょ。情けない。いやそれそれがあなたみたいな既得権の代表なんですよ。ようさん金持ってさ、世の中からさいっぱい金集めて贅沢な暮らししてるんでしょ。そうやって権力側についてるのが多くの庶民は嫌がってるんですよで一般とかいう言葉を使ってね、汚い大人。いや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 、見苦しいよ。なんでそんな法律を守らないでそのガーシーと一緒にやってる人がその汚いなんてよく言えるんですか。うん、だって汚いと思うから、ね、別に法律なんて、うん、あの権力者が作ったルールだから。法律なんてそれこそ汚い政治家が作ったルールでしょ。まあ革命家としては正しい、ね、そうだからあなたのような人がいるからやらなきゃいけないんじゃん。そう思ってるよ。もうちょっと川上さんこんな変な人だと思えへんかったけど。いやあなたは既得権益側で警察とつるんでるって今自白したのと一緒じゃん、はい、違いますよ。だって3人じゃないことを知ってるなんて警察からの情報以外ないじゃん。違います。どっから情報を得たんですか。いやでもあのこれじゃ言いません、うん、あのそもそもねこういうふうに誰が訴えたのかっていうことをあのそれがさらされて、でそれがそこに対してさらにね脅迫がされないって、これはおかしいんですよ。それがおかしいからちゃんとやりましょうって早野剛君も訴えてるじゃないですか。でその今のもう一人の、まあそうですよね、その被害者に対してさらに訴えるってことをやってるわけですよね。だって訴えないとわからないじゃん。だって虚偽告訴かもわからないから。確かに僕は川上さんが訴えられてることはこれは僕はガーシー何も言い訳できないと思いますよ。その一点においてはね。でも他の2人、まあ、もしそこに三木谷さんが入ってるんだったらこれはちゃんと裁判をして、ガーシーの潔白をちゃんと証明するべきもんだと思ってますよ。それぐらい名誉毀損なんていうのはこれは事実があれば警察はその名誉毀損の事実があれば必ずと言ってもほど受理します。ただそれに対して公共性公益性真実性が証明されればそれは違法性阻却といって有罪にならないわけですよ。だから川上さんの件以外はそこはすごい論点になってる。いやいやいや、あのね、だってそれは川上さんだけはあの名誉毀損じゃなくて、まあそれは立花さんの考えでしょ。立花さんの考えでしょ今言われてるのは。で現実問題として考えじゃなくて僕の持ってる法知識を言ってるんですよ。あなたの持ってる法知識、法知識を言っていてそれが間違ってるんだったらどうぞ。不完全なあの法知識に基づく、だからどこが不完全なのか言ってくださいよ。不完全なのどこですか。まずね、今の僕の法知識はどこが不完全なんですか。指摘してください。今の僕の法知識のどこが不完全なのか具体的に指摘してくれませんかって言ってるんですよ。真実性があるかどうかっていうのはまず分からないですね。それただ主張ですよね。だから本当バカだな。真実性があれば違法性が阻却されるって言ってるんじゃないですか。だから警察に被害届や告訴状を出すときには、真実性だけじゃダメですよ。3つ揃わないとダメですよ。もう言ってるじゃん。公共性公益性真実性あるいは真実相当性でしょ。説明してるじゃん。さっきから何聞いてるの。本当バカだね。あのね説明しても理解できないから。3つだって違法性阻却理由3つだって言ってるじゃん。あのね、そんなね当然のことをね何回も聞かなくたっていいですだって知らないじゃん。今僕が聞いてるのは私だから。私が今言いましたよね。あのね私が不完全なことを言ってるんだったら、まあ、どこが不完全なのか指摘してくださいの答えに、はい、質問に回答してませんよ川上さん。私の法知識が不完全だと言ったんだからどこが不完全なのか指摘しないとあなたこの先進めない。どうぞ。それは今まで あの話していたその脅迫罪、例えば脅迫罪の認識に関しても、うん、あの立花さんの認識っていうのはあのおかしかったですよね。だから具体的にって言ってるんですよ。今僕具体的に今解説したことに対して言ってくれって言ってるんですよ。そうやってなんで抽象的にしか言えない。
いやじゃあ具体的に言うと、はい、その暴露をするっていうことの告知は脅迫にならないって言ってたじゃん最初ならないって言って弁護士さんが可能性あるって言ったら可能性あるでしょとかいきなり言ってごまかしたじゃないですか今僕が4つのね罪に4つの事件について解説したことに対して川上さんは違うとおっしゃるあなたの法解釈は、まあ、欠陥があるって言ったのかな、なんかいやまあそれに対して全然答えなってないじゃん何言ってんすかあなたはね自分が法知識やるっていうことをねさっき何回も言ってますけども、はい、僕はその言ってることがおかしいってことを言ってるわけですだからどこがおかしいのそれは今までの会話の中でおかしいって言ってるわけですよだからどこがおかしいのって具体的に指摘しなさいよ今したじゃないですか全然具体的に指摘しないじゃん今したじゃないですかあなた脅迫罪の理解間違ってたじゃないですか間違ってないよ間違ってましたよいつさっき間違えたじゃないですか間違ってないですよ可能性があると弁護士さんはそう言っただけで間違ってないでしょあなたはないって言ったんですよ。ならない。脅迫にならないって言ったんですよ。僕はならないと思ってますよって言ってる。その可能性があるって言われたじゃないですか。でもその弁護士さんは可能性があるっていう。それは別に僕がならない可能性がある。じゃあ弁護士さんがなりますって言ったら僕間違いですよ。いや可能性があるって言った段階で間違いですよ。あなたはないって言ったんだから。僕がないって言ってるんじゃないですか。それは今の僕が説明したね。もう一回言いますよ。じゃあ僕もう一回言いますから。ちょっともう具体的にこれから言うことに対してどこが僕の言ってることがおかしいのか。もう一回言うからちゃんと。それは綾野剛さんの話に関してですか。全部ですよ。綾野剛さん、はい、でジュエリーデザイナーの人、はい、で川上さんかドワンゴか知りませんけどね。であと三木谷さんですよね。この4人が刑事告訴をしているという情報が入っています。うんうんで三木谷さんは僕は取り下げたと聞いていますけども、うんまあ、いずれにしても三木谷さんと綾野剛さんとジュエリーの3人は名誉毀損によるものです、うん、ですからこの3人については事実であることを本来はガーシーが証明すれば、まあ、もちろんちょっとジュエリーデザイナーの人は実は公共性がないからこれは真実だと言っても多分有罪にはなると思ってますが三木谷さんと綾野剛さんについては公共性、公益性、真実性が証明できれば無罪になると思っています、うん、一方で川上さんはこれは僕は名誉毀損はなかったと思っています強要だと思っていますでここについてはガーシーの言い訳はできないと思っています何がおかしいですかどうぞ今説明したことは何がおかしいんですかさっきの話と違いますね何が違うんですかあなたは正確な法知識に基づいてって言ってるんですよだから今僕の正確な法知識って言ってるのがおかしいって言っただけですよだから今の僕の説明が何がおかしいんですかじゃあ具体的にどれがおかしいんですか川上さんちょっともう本当話進まないじゃんいやじゃあねで今じゃあその真実性その云々とかって言いましたけどもそれなんで刑事告訴やらないんですか刑事告訴やらない今刑事告訴されてるわけですよねそれなんで民事訴訟をやり返したんですかやり返さないと真実性が証明できないからじゃん民事で真実性を証明したら刑事当然無罪になるじゃないですかだからやってるんですよ三木谷さんに対してもでも三木谷さん取り下げたからまあもう仕方ないから三木谷さん取り下げようと思ってるけど綾野剛さんに対しては民事してるじゃないですか綾野剛さんは本当にでねそれはね被害者に対してのこの二次災害だって被害者かどうかなんか分からないじゃんまだなぜ被害者って勝手に決めるのよ綾野剛君は17歳の女の子の酒を飲まして淫行しようとしてあるいはしたっていうことを女性が出てきて言ってるのよじゃあ綾野剛さんは被害者だと言い切れるんですか今川上さんこの状態でそれを脅迫しているっていう事実に関しては僕は被害者だと思います、うん、だからそれだったら別にその脅迫で綾野剛さんが訴えることは知らないですよ、うんうん、だったらそれだったら脅迫だけになるじゃないですか他の名誉毀損はなくなりますよだからそもそもいや名誉毀損なくなって何言ってるそれですか真実だったら名誉毀損はなくなるじゃんそもそも名誉毀損で訴えてるかどうかっていうのは知ってるんですか分からんだから綾野剛さん訴えて聞いてるんじゃないですか虚偽告訴罪だって言ってそうすると向こうが反論してこなきゃいけないでしょそもそも僕と綾野剛さんがやった裁判はちなみにねこれねもう全然学校の勉強しないですけども僕は去年の5月ぐらいにガーシーの言うことを信じて、言うことを信じて、そのまま僕の YouTube でやりました。綾野剛さんが引行してる。そうすると、トライストーンという綾野剛さんの、事務所の代理人弁護士から内容証明指が届きました。
ね、あなたの言ってることはデタラメだから YouTube を消せ、今後 YouTube に載せるな、直ちに僕は債務存在、まあ、いわゆるその YouTube を消さなくていいっていう裁判をしました。でこの裁判で綾野側は、あの内容証明郵便については、あ、法律的な根拠がないと。もうね、それその議論に興味がないんで。あなたが勉強してなさすぎだよ、はい、一回じゃあ立花さん、はい、あのちょっと綾野剛さんの話それちゃったので、うん、川上さんの論点整理に戻りましょうか。はい、うん、恐れ入ります。あのね、そもそも僕、ガーシーさんの問題点っていうのは別に暴露じゃなくないと思ってます。で僕はガーシーさんが本当に誠実に暴露をやってるんだったらそれ何の問題もないと思ってます、うん、そうじゃなくってガーシーさんがやってるのは、ね、暴露の予告なんですよ。予告ばっかりを延々とやっていて、でそしてまあその中で暴露することもあります。でも簡単に暴露しないですよね。予告をずっと続けるわけですよ。でその間に例えば謝罪しに来たら許すみたいなことも言ってるわけですよね。でこれは僕はこういうような行為を許していたら、これって実際ね、まあまずその行為自体が僕は脅迫に当たる可能性が高いと思いますし、で実際に、まあ、裏でお金が動いている可能性だってありますよね、うん、まあ、少なくともそういうことをされたらお金を払ってももみ消したいと思う人って当然出るでしょうから。でこれはもう昔からある、まあ、例えば総会屋の手口ですよ、はっきり言って。で僕はそういうような行為自体が社会正義に反してると思ってるんですよ。で法律にも反してるかもしれません。でもそんなことは知っちゃこったないっていうのが立花さんの立場ですよね。同じことでしょ、さっきから言ってるの。同じことの繰り返しでしょ。聞いてましたよ、バカやなと思って。同じこと言ってるじゃん。あなたの一般論とか多数派の意見に乗ったら、あなたのような金持ちがどんどんもう焼け太りするから庶民が怒ってガーシーに票を入れてるのよ。そうやってね、自分が正しい、一般的に俺が正しい、法律が正しい。でそもそも弱みがない人間は暴露するって言われて裏金なんか払わない。あなたは暴露予告されたらお金を払うと今言いましたよね。あ、する人はいるでしょ。する人がいるんですよね。それはその人が悪いんでしょ。そうです、暴露されるようなことを持ってる人が悪いんでしょ。いや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 、あなた暴露されたら困ることあるんですか。あのね、僕はないですよ。あなた暴露されたら困ることあるんですか、川上さん、答えてください。いや、それありますよ。あるんだ。ありますよ、それは。それはじゃあバレてないだけで犯罪してるかもわからないね。犯罪はバレたら困ることあるんですよね。困るんじゃなくて恥ずかしいことがある。いや、それはまた違うじゃん。いや、同じですよ。違いますよ。同じですよ。例えば違う、ね、名誉毀損の除外要件は、ね、プライバシーのことを言ったりしたら名誉毀損罪成立するけどもね、犯罪とか。いや、ガーシーなんかは女の子のキスごとを挙げてましたよね、うん、だからそれに対して僕は問題あると思ってますよいや、他にもそんなにいっぱいあるじゃないですか。だから裁判したらいいじゃんって言ってるじゃん、お金払うから。いや、例えば三木谷さんのパーティー動画だったら、パーティー動画の写真だけだったら何の問題もないですよね。あれもプライバシーの暴露じゃないですか。あれ、そんなことないですよ。あれ、公益性あるんですか。あると思います。それはだってそこで少女の回収してる可能性、まあ可能性がゼロじゃないから。少女の、いや、ゼロ、いや、ゼロじゃないっていうか、ゼロじゃないっていう証拠あるんですか。違います。少女の回収をしてるという証言がいっぱい来てますからね。それをどうして NHK が、三木谷さん、あなた少女に回収してないんですかって行かないのか。だって疑いをかけられてたら取材に行って三木谷さんがそんなことしてませんって言えば済む話。でも証拠あるんだ、出せばいいじゃないですか。じゃあ証拠あるからやってるんじゃないですか。だからそれ出せばいいじゃないですか。なんで出さないんですか。だから裁判してるじゃん。三木谷さんと裁判やってきて、証拠なんて裁判の時に適時攻撃防御で使うんでしょ。それ裁判やらないで出せばいいじゃないですか。出してるじゃん、三木谷さんの写真とか。三木谷さんがそれに対して違法だと言うんだったら訴えてくりゃいいじゃん。今ここでちょっと第三者の話にやっぱ綾野剛さんと三木谷さん、うん、ちょっと話それちゃうので、うんうん、まあ、であと、まあ、うん、証拠がないとここはやっぱ推測っていうことにしなきゃいけないので。そうだよね。だから川上さんの話しましょう。別にせっかくなので、まあ
視聴者の皆さんもここまでかなり長く付き合っていただいて、はいはいはい、論点がかなり整理してきたと思うんですね、はい、川上さんの、はい、一回整理しますね。論点21で川上さんが言っていただいたのは、はい、ちょっと一回整理します、はい、立花さんは、ガーシーさんの違法性を候補者にする前から認識していたはずじゃないですかってことで、うん、あの可能性があるというふうに立花さんはお答えいただいたということで、はい、論点3についてですね、立花さんはガーシーの違法性の疑いがある行為を十分に抑止していましたか。これはしていないということで立花さんよろしかったですね、先ほどおっしゃっていただいた、うん、はい、で13、論点13で次ですね、立花氏はガーシーの疑いがある行為を幇助していなかった、これはしてないと立花さんが、お答えいただきました、うん、で論点21、はい、でこれに関しては僕は実質的には相当な幇助をしていると思っています。ここはちょっと見解が分かれています、はい、分かれています。今の名誉毀損ですよ。どうしてですか。だって具体的に僕、はい、じゃあ、公共じゃあ論点の、じゃあ、次が23でしたかね。でここで、はい、今分かれましたね、はい、幇助に関しては、はい、論点23が裁判所が、あれですね、ガーシー氏の、行為者に、ガーシーさんの疑い性、犯罪の幇助なんかしてるなんて言われたら、ね、それは黙ってられないですよ、川上さん。具体的に言ってください。ここ整理したと言ってますよ、はい、論点23が、はい、ガーシー元議員の違法性の疑いのある行為の被害者になぜ立花党首が民事訴訟を進めていたのかに対して裁判所でそういうことを、まあ、白黒つけるのがルールであると、で、まあ、真実性を証明する、過程になるというのがお答えでしたね、はいはい、民事訴訟に関しては、はい、で論点24、はい、三木谷氏の、はい、まあ、僕の方の論点も言っていただきたいんですが、はい、まあ、これは本当はそのガーシーが本当に困るのは刑事告訴であるにもかかわらず、うん、そうじゃないように誘導したいしと、誘導なんかしてないじゃん、民事訴訟いつどこで誘導したいよ。それで刑事訴訟は無駄だってことをずっと言ってたじゃないですか。今も無駄だと思ってますよ。だってガーシーそのままドバイから帰ってこないじゃん。じゃあガーシーが捕まる、いや警察動いたじゃないですか。まず警察動いてることとガーシーが捕まることは全然違うじゃん。だってガーシーがドバイにいたらこのまま真実は分からないままでしょ。だから真実を知るために、警察は動くと思ってたわけですね。動くと思ってましたよ。で動くんだけど無駄だと思ってたっていうのが田島さんの意見ですね。ここじゃ論点24も分かれましたね、はい、この進めてなぜかっていうことに関しても分かりました、はい、これも23と20に関しては後でちょっと整理したいですね、はい、ここが問題になってきちゃう気がするので、はい、で論点の、論点4ですね、最後は論点4までいった気がしますが、ガーシー元議員の違法性の疑いがある行為によって立花さんは何か利益を得ていたか。これ立花さんは、うん、得ていないと、まあ、分からないと、直接の利益は本当に得てないですからね、うん、むしろ僕はガーシーに3億円払ってますから、でだからその3億円払ってるっていうのはなぜ払ってるかのかっていうと、はい、それは政党助成金が目当てだから、はい、それでペイするから払ってるわけですよ。そうですよ。だからそれは完全にそれ利益が得られるから払ってるわけだよ。いやだから違法性の疑いがある行為っていうのが違うってさっきから何回言ったら分かるのよ、バカだな本当に。違法性の疑いがある行為だから問題ないのよ、そもそもが。この質問がバカなのよ。あなたはガーシーの違法性をまず証明すればいいのよ。そのためには刑事なんかやったってガーシー捕まらないから。だからあなたが民事裁判をして、あなたは確かに被害者です、だから堂々とガーシーを訴えて民事裁判をすれば、ガーシーの違法性の疑いじゃなくてガーシーの違法性の証明ができるんですよ。でこれ何度も言ってる、何度も言ってますけども、そもそも日本においてその問題のね、問題が起こった時にそれに真面目に解決せずに訴訟をしろなんていうのっていうのは、これは誠実な態度じゃないです。 NHK に対しても言えよ同じこと。 NHK も裁判してるじゃん。そんな知らないですよ、そんなのは。何のために裁判って制度があるのよ。それはあなたみたいな、あなたのように違法性の疑いがある行為を違法性は違法だと決めつけるための裁判でしょ。違いますよ。違わなくないじゃん。あなたみたいに法律じゃないと。ジャニー喜多川の件でどうなるのよ。ジャニー喜多川は、ね、少年とやってた可能性があるって言われてたのが、話を変えないでください。最高裁の時に違法性があるって認められてるじゃん。話変えてないよ。変えてますよ。世の中の物事、ね、違法性の疑いがある行為があった時には違法なのか違法でないのかを判断するのは裁判所しかないからね。それは要するに誠実なね、対応しないとですよ。三権分立バカにするのやめてくれる。何言ってるんですか。三権分立でちゃんと守られてるのよ。これあなたには裁判する権利があるの、はい、僕の違法性の疑いがあるというから僕の発言をさせてください。僕の発ね、まあ、とりあえずここのところっていうのはもう典型的な立花さんのね、必死やね、汗かいて顔べちょべちょじゃん。
あなたも汗かいてるじゃないですか。汗かいてる、そんな、あなたの顔めちゃめちゃ、顔べちょべちょのやり取りやめて、それは関係ないから必死になって言ってる。これちょっと論点する。あともう一個だけちょっと論点があるのは、顔べちょべちょとか言わないと視聴者面白くないから。まあ、はい、ちょっと面白いけどな、確かに。そうよ、それを言うのが対談でしょ。それ男子なのよ。川上さん普通さ、自分が余裕があったら、だってあなた被害者なんだから、そんな声を荒げるようなことなくね。僕はあなたが被害者であることは一切否定しないですよ。いやいや、あなたに被害を与えたのは僕の部下だったガーシーや FC2 の高橋さんであることは認めていますよ。一回ちょっと聖書を取りますか。他の人に行くからおかしくなるんですよ。自分のことだけ言えばいいんだよ。そうですね。で、論点24もあったんですよね。三木谷氏への、三木谷さんへの暴露を田島さんが支持されていたというガーシーさんの発言、本当ですか。これはまあ事実です、はい、ということで。ただ、暴露をしてくれた言ってるけども、具体的なことは、まあいいや、まあいいや、ちょっとね、今整理されましたね。あの、ここすごい大事なのよ。これずらされてるので、あの、重要ね、あのね、通常ね、そんなね、あの、そもそも何か問題があったときに、あの裁判しろなんていうのはこれろくでもない人ばっかりですよ。なんでろくでもない人相手には裁判しかない。あなたのようなね、あなたのように裁判しないとどうしようもない人相手に。ろくでもないじゃん。ろくでもないから票が入ってるんでしょ。それぐらいろくでもない人を世の中が求めてるのよ。あなたはろくでもないっていうのは人間の失格とか人間として価値がないっていう言葉で使ってるかもしれないけども、今この世の中に立花やガーシーを求めてる有権者がたくさんいるのよ。それをあなたは多数の力でろくでもないという言葉で印象操作してるに過ぎないんですよ。このごめんなさい川上さん、はい、あの今立花さんの主張も分かりました、まあね、この今論点の整理はこれどういうお考えというか。いや、とりあえずね、僕ね、さっきから言いたいこと言えてないので、あ、じゃあやりさせてるんですけども、田島さん、一回ですか、まずね、どうぞ。そのね、はい、まず、ここで今、言いかけで止まりましたけれども、そもそも、すべて裁判でやる、裁判で決着つけようなんていうのって、まあ、これは、普通はないですよ。自分が来とって。自分が警察に被害届や告訴状を出しといて裁判関係ないって意味がわからない。矛盾してるじゃ ん、ね、あなたが自分が裁判司法の場に持ち込んでるんじゃん。それは矛盾してるじゃん。それはあなたがそういう対応したからですよ。あなたがろくでもない対応したからですよ。ガーシーのあなたも言ってるガーシーのね問題があるってことに対してあなたは政治に対応するんじゃなくって一緒になって僕をなんだか角川のなんか噂を聞いてるぞみたいなこと言ってきたわけですよ。だって現に犯罪してたじゃん。何言ってるの。あなたの会社は犯罪してるじゃん。あなた言いましたよね、はい、ガーシーに関しては被害者って言ってましたよね。その被害者に対してそういうことやったわけですよね。ガーシーに対して被害者って何の被害者、何の事件に対する被害者。いや今あなたが言ったじゃないですか。ガーシーに対してガーシー今僕言った言いましたよ。ガーシーの被害者って言った言いましたよ。ちょっと待って、言いました僕そんなこと言ってないんだけど。言ってますよ、ガーシーからの。ガーシーが被害者って言ったじゃない今。ガーシーが被害者って言ったんですか。何言ってんですか。ちょっと待って、もう一回言って。ガーシーが被害者と僕が言ったってこと。違います。ガーシーの件で僕は被害者っていうふうに言ったじゃないですか。それは言ってます、それは言ってますよ。だからガーシーがだから川上さんの事件においてはガーシーが加害者で川上さんが被害者であるっていうのはそれでそれの監督責任のある立花さん何やったんですか。監督責任は僕は法律上はないと思ってる。民法715条ないよ。なるほどね。道義的にはあるから逃げるつもりはないからこうやって出てきてるけども、それこそあるかないかは裁判しないとダメでしょ。だから僕訴えてくださいって言ってるんだ。まあでも道義的責任はあると言ったわけじゃないですか。道義的責任があるから逃げてないじゃん。で道義的責任ある人にねこういうふうなガーシーに対して被害を受けてるって訴えたのに関してそれに対して、うん、さらにまあある種のねなんか芝居立ったからみたいな、うん、そういうようなことを、そういうこと言われたわけですよ。そうそう芝居立ったじゃん。だってもうバカなんだもん。でそういう人これ見てる人のちょっとコメントとか見たら分かると思うよ、ね、そういう人のために裁判があるんですよ、うん、だから裁判したらいいじゃん。だから訴えたじゃないですか。いや僕は訴えてないじゃん。なんで僕訴えないの。なんでガーシーを民事で訴えないの。それガーシーの件だからですね。ガーシーの件だから訴えたわけですよ、うん、まあ、要するにこんな人相手にしててもしょうがないっていうので訴えたわけですよ。でそういうね特殊なこんな人相手にって言うんだったら今月になって僕にツイッターで絡んでこないでくれる。
あなたが今回3月になってあなたが 適当なことを言ったからじゃないですか。あなたが言及したからだって僕が絡んだわけじゃないですよ。仕組みはいいじゃん。だって関係ないんやったらなんで俺があなたに絡んだからってあなたが絡んでこなきゃいけないの。いや知らないですよ。知らないって自分でやってるんじゃん。だってもうそんな人だったら対談を仕込んできたのはあなたですよ、ね、僕ですよ。ですよね、はい、あなたが絡んできたからじゃん3月になって。あなたが絡んできたからじゃないですか。あなたが絡んで対談申し込んだわけですよね、うん、でも対談したらバカやなと思ってるけど、うん、やっぱ対談したら分かるんで。これ文章でやったらみんな分からないからね。だって文章でやったら弁護士とか使えるかも分からないし、ずっと頭の中で5時間ぐらいかけて作文するんでしょ。でも本当に理解できる人はこうやって対談すればこれ見てる人分かると思いますよ。それは 10-0 ではないだろうけど、多分多くの人が立花良いこと言ってるわって言ってると思いますよ。まあ、うん、それは僕自信ありますよ。だっていやまあまあいいですよ、いいですよ。弱者の味方でやってるんだから。まあそういうふうに思われるんだそれでいいですよ、うん、だってやってるから。まあでもまあ正直、うん、対談してバカだっていうふうに、まあ言われたこと、はいはい、まあそれまでは実際そうですね。僕ここまでひどいと思わなかったです。ひどいですよね。だからバカは賢い人とバカが話をするともちろんもう恐ろしくどっちかそれは話できないじゃない。話がそれはバカと賢いやったらお互いがバカと思っちゃうじゃん。僕もっとちゃんと話できる人だと思ってましたよ。いや川上さんが。いやあなたと話できる人がいるんですか。うん、できると思いますよ。誰が言うと、あなたがと話できる賢い人って誰ですか。具体的に挙げてくださいそれ。具体的に挙げる。何もでもいるじゃん。誰ですか。例えば堀江もそうだし。なるほど。堀江門だけじゃない。だって例えばあなたと堀江門の対談なんて 何十万回ぐらいしか見られてないでしょ。僕と堀江門の対談なんか400万ぐらい見られてますよ。じゃあ僕は他にも言いますよ。例えばあの以下もったかさんとかね、元高さんもそうだし、そんなのいっぱいいるじゃないですか。あなたと話が合うのひろゆき君ぐらいじゃないの。西村ひろゆき君ぐらいじゃないの。じゃない、あなたと話が合うような、その頭の人言える。あなたと話が合うような人で西村博之君以外に誰か言えますか。いやーあのね、まあなたが今それを言えって言ったか僕言ったんでしょ。もちろん他にもじゃあ高橋弁護士と僕会話できますよ。高橋の弁護士の僕が高橋弁護士もやってるし、まあ、そういう人たちが他にも弁護士堀江門の弁護士の徳永弁護士だってそうだし、まあだから皆さん名の取る弁護士と話してるし、途中になっちゃったんですよ、まあ、いい川上さんまだ言いたいことを言えてないって中での最後川上さん途中までだったかもしれない。最後までこの対談を通して、まあでもやっぱり川上さんも立花さんも貴重な時間を割いてここに来てくれたわけじゃないですか。川上さんやっぱ何を立花さんと話したくて、何をこう訴えたかったんですか視聴者の皆さんに。いやまあね、あの一つは、まあ、立花さんがねどういう人なのかっていうのをね実際対談してみたいと思ったわけですよ。純粋にそれはありがたいことです。純粋にね、はい、まあそれでまあ話が通じないって言ってたとしてもそれでもまあ限度があるだろうっていうふうに思ってたんですけども、まあ限度は超えてました。でそれに関してもリサーチ、僕のリサーチブックですし、事前にあのそういうの立花さんとかのね動画とかも見てないんで、まあそれはあの僕のミスだと思います。でそれに関しては負けを認めるんですね。要はな負けてなんですか。いや今の負けを認めてるじゃん。いや立花さん対談したことに関して失敗だって言ってたんですよ、うん、だからそれはだって僕にボコボコにやられてるからね。いや何言ってんですか。これがボコボコにやってるってことなんですか。はい、ボコボコに多分見てる人はあ川上はバカやなって、立花の言ってることが合理的でちゃんと筋が通ってるって多くの人が思ってると思いますよ。もう一点聞きたいですね。まあいいや、はい、あの川上さん、まあ、先ほど論点こう何個か取捨選択しておっしゃっていただけたじゃないですか、うん、あそこから立花さんにこう何をお尋ねになりたかったのかなっていうのは気になりますね。そうですよね。4とか3とか。いやまあこれ単純にね、あのその立花さん の、うん、あの責任があるっていうことをね、はい、あのまあ、あの立花さんに今言いたかったってことですよ。道義的な責任。はい、道義的な責任、ね、法的じゃなくて道義的な責任。はい、そうです、まあ、法的な責任もあの僕はある可能性あると思ってますけど、可能性があるんだったら訴えるよ直ちに。そんなやや言わずに。だからあのまあこういうこと言うしたいんですよ。可能性があるんだったら訴えてくれよ、まあ、こういうこと言うしたいんですよ。可能性を消すために訴えてくれって言ってるの、お願いしてるので、あのこういうこと言う人っていうのははっきりろくでもないって言うけど、だからろくでもない人は世の中にいっぱいいて、はい、世の中求めてるんじゃん。 NHK にお金を払わないっていうことを一定に言って選挙で当選してる国政政党の元党首なんですよ。で川上さんみたいな人がね世の中でもう既得権益の中に入ってね
せっかくドワンゴ作ったのに角川みたいなね昔からの企業とひっついて角川が電通と結びついて犯罪してる、がっかりですよ。そういうことを言ってるんじゃないですか。あなた全然庶民の方向いてないから、お金持ちの方ばっかりこうやって見てるから、まあ、だからこんな話になるんだよ。立花、ね、がそれは一般常識を崩してるのを自覚してるよ。あの僕は前一つ今まで基本的にそのまあどちらかというと庶民だったり社会的弱者のための仕事をしてました。ただ社会的弱者っていろいろいるんですよね。それは社会的弱者の中にっていうのは当然困難な状況の中でやっぱり悪いことをする人もいます。で立花さんが言ってる社会的弱者っていうのは悪いことをする人ですよね。違いますよ。今日だって何人生活保護受給者から電話かかってきて、僕は直接冷蔵庫とか洗濯機とか電気代とか払ってるんですよ。そういう社会的弱者を守るためにガーシーと組んで政党助成金をもらって弱者救済してるんですよ。あなたのようにね、まあ偉い、今日だって一人で来てないでしょ。秘書かなんか連れてるんでしょ。一人ですよ。お一人で来たの。一人です。あ偉いね、自分で運転してるの。いやタクシーです。あタクシーですか。じゃあそれはごめん、説明しますわ。でも全然それはね弱者に対して電話番号を公開してやってんのよ。僕弱者に対しての仕事をしてます、はい、でそれで何をしてるの。じゃあ具体的に言ってよ。弱者にどんな仕事してんの。カメラに向かってどうぞ。どんな仕事してますか。あなた具体的なこと何一つ言えないじゃん。抽象的なことばっかり言って。いやあなたが話ずらすからですよ。ずらしてないじゃん、まあね、今あなたが弱者のためにやってると言うから具体的にカメラに向かってはいどうぞって言ってるんじゃん。ないんだったらないって言いなさいよ。ありますよ。だから言いなさいよ具体的なことを、ランドセル送ってるとか。話が長くなるじゃないですか。簡潔に言うのが頭のいい人でしょ。まあ申し訳ないですけども僕は自分がしてきた仕事を、うん、簡潔に言うみたいな、そういうことはできません。能力がないからですよ。いや僕はそういうこと、能力がない人はそういう単純な問題だと思ってます。決められた時間内に言えないんですよ。いや違います。僕はやはり正確なことを言いたいので、そういうふうな特に自分の仕事っていうのは僕にとってみたら人生かけてきた仕事ですからね。でそれに関して弱者に対して何をしてるかぐらい簡単に言えないレベルで、やってないことのあなたこそ具体的に何もしてないから言えないんですよ。それを言葉をねいっぱい出して言ってるだけじゃん。じゃあ言います。どうぞ言ってください、はいはい、時間いくらでもどうぞ待ちますよ。どうぞ。はい、ちょっとまずただしね、これちょっと本筋がずれてます。本筋がずれてるし、こんなことを言うことっていうのって僕は本来全く意味はないと思うんですけども、この立花さんがね、こういうふうに挑発されるので、言いますが、脳が長いからとっとと本題に入りゃいいじゃん。もういちいちうるさいんですよ。黙ってくれますか。いやです。あじゃあやめます。さまあわかりました、はい、ないんですよ。こうやって結局ないんです。具体的なことが言えない。さっきから何一つ具体的なこと言ってないから。何言ってんすか。何かしら具体的なこと言いましたか。いや言って、いくらでも言ってますよ。何言ったんですか。じゃあ、はい、どうぞ自分で言って具体的なこといくらでも言ったんだったら一つどうぞ。何一つ川上さん具体的なこと言ってませんよ。いや言ってますよ。何言ったんですか、はい、どうぞ。あなたは何言ってどんなこと言っても裁判裁判って言って逃げるじゃないですか。僕具体的なこと言ってますよ。逃げてるじゃないですか。今あなたが、はい、いっぱい具体的なことを今日の対談で言ったとおっしゃるから、はい、お一つどうぞ。はい、でじゃあ今日の対談について僕まとめますけれども、一つこれは最初から指摘したかったことなんですけども、立花さんっていうのはなんかね、その正義とか言っていながら常にね裁判しろとか裁判で決着をつければいいってことに逃げるんですよ。で結局はですね、その法律に反してなければ、もしくは法律が反していることでも判決が出るまでは何やってもいいという考え方なんですよ。でこういう考え方を持つ人は僕は基本的には許せないと思ってます。これははっきり言って反社会的な人だというふうに思ってます。で反社会的な人っていうのは僕は悪口にならないと思ってます。なぜなら立花さん自身が自分は革命家だって言ってるわけです。もともと反社会的なものを目指すって言ってるわけですから。で、立花さんはそのことに正当性があるんだっていうふうにそういうふうに主張されてますけども、僕はそんなことはない。実際にやれてるのはその、ガーシーさんと一緒に、脅迫行為、でいろんな人が脅してるわけで、その弱者の救済でも何でもないですよね。
でそれに対して喝采を送る人がいるって言いますけども、それはあのそういう人もいますけれども、これは多くの人は前を潜めてるんですよ。でそれであの立花さんそこら辺にもごまかしていて、世の中はねあの多数の弱者で占められてます。でもそのね多数の弱者って言ってもいろんな弱者がいるんですよね。それはあのそういうふうな あのある種の、まあ、あの反社会的なことに喝采を送るような、まあ、そういうふうな鬱屈を抱えた人っていうのはあのいます。でそういう人たちにとって、まあ、ある種 の, あの癒し救いっていうのを与えてる役割っていうのは、僕はこれね肯定的にあの、捉えてもいいと思ってます。というより僕は基本的にあのそういうふうにして持ってきてましたから、あの例えばニコニコ動画で僕やってきてましたけれども、でその中で、まあ、誹謗中傷あのする人っていうのが、まあ、これネットにたくさんいるんですけども、僕たちは僕はこれはあちこちで発言してるんですけどもね、そういう人っていうのはその人生の中でやっぱりあのいろんなあの思いを抱えて、まあ、社会的に阻害されて生きてきた人たちがネットっていう場で悪口を言ってるんだっていう、だから僕はその悪口を言ってるっていうだけであのそういう人たちを排除するようなこと、もちろん悪いことは悪いって言わなきゃいけないと思ってるんですけども、あの排除することはいけないと思ってますが、まあ、あのなのであのそういうふうな喝采を送る人たち自身を否定するつもりは僕は全くないんです。それは、まあ、ある種の世の中の歪んだ歪みですから。とはいえ立花さんはそれを利用してるだけです。で利用して政党交付金をね、もうこれはあのビジネスだと言い切って、でそしてそれであのまあはっきりあの今の選挙あの制度をまあ愚弄するようなこと、まあ愚弄するようなことね、もうハッキング自体僕はいいと思うんですけども、あのやっぱり全体としてやってることっていうのは僕は善には全く見えないです。で被害者に対しては裁判をしろと決着をしろと言って、あの事実上解決策がないような状況に追い込むことをガーシーと一緒にやってるわけで、やっぱりこういうような人っていうのは僕はあのやっぱりまともな人だっていうふうには思わない。でそして議論においてもまあ高等の政治家ですから、あのもう少しもっとちゃんとした人だっていうふうに思ってましたが、あの常にまあ相手をな何威嚇して揚げ足を取って、でそして印象操作をして、でとにかく何かよくわかんないですよね、買った買った買ったばっかり言うんですよね。あの本当に買ったんだったらそんなの言う必要ないじゃないですか。あのそういうようなことばっかりを言う人だと、まあ、そういう人と議論したことに関して僕は非常に今日あの残念にあの思いますけれども、まあ、非常に勉強になりました。あのそこに関してはあの僕は良かったと思ってます。っていうのと、まあ、立花さんはね自分があの買った買ったって言いますけども、僕は勝ち負けじゃないと思うんですね。で今日の、話した中で2人の対談の中で、まあ、これ、残りますから。で立花さんは買ったと、自分は論理的だ、川上はバカだっていうふうにみんな思って言ってましたけども、まあ、それ立花さんの見解ですので、で僕はあの少なくともこれで立花さん の, あの人間性っていうのがはっきりとまた残ったと思ってますし、でそこに関してなんていうんですかね、まあ僕はまあそれがプラスだと思ってるんですけども、よく考えたらきっとネットのほとんどの人は得から知ってたよっていうことだなということで、まあ、結局僕しか得をしないあの気もするんですが、まあでも少なくとも、まあ、あの今回もね、こういう新しい視聴者の方も来てたと思いますので、NHK との、立花さんちがどういう人なのかっていうことを情報を、まあ、新しく知った人もきっといたんだろうという意味では良かったというふうに思います。今の踏まえて軽くちょっと私整理して最後立花さんにコメント聞いていいですか。どうぞ。まあ、僕もすごい議論をですねなるべく止めないようにして出し切ってもらう、これは対談っていうタイトルなんですけど、初め出し尽くしっていうタイトルにしようと思ったぐらいなるべく止めないようにしようと。で1個分かったのは、あの 2,3 点ちょっといいですか挙げて、分かったのは実は根本では立花さんと川上さん見解がまず異なってないってあったんですよ。道義的な責任はあるっていうところではかなり一致していたんですよね。それはその通りです。でその後の見解が一つ分かれていて、道義的な責任を免れるのはおかしいっていう川上さんの ご、ね、お考えと、立花さんはそれでいいっていうお考え、そこが2点目でした。免れないために裁判をしてくださいっていうことですね、はい、道義的な責任、その通りです、はい、ですね、道義的な責任があると思っているので裁判によって私の道義的な責任が法的な責任として、じゃあいくらなのか、あとは懲役があるんだったら懲役とか罰金とかね、はっきりしてくださいって言ってるだけなんですよ。
そうですね、まあ、お考えちょっとずっとお聞きしてると、うんうん、まだ法的な責任に関しては良くないと、あのだけど動機的な責任に関してはまあ法的責任で白黒つけましょうっていうお考えに、うん、だから僕は逃げるつもりがなくて、うんうん、ちゃんと国政政党の党首の立場であった時においてはね、うんうん、やはりちゃんと裁判をしていただいて、その裁判で出た判決によって損害賠償金を払うならば払わないと、私の独断で決めるということはこれ公金を使う以上できないわけですよ、うん、なるほど、そこを言ってるわけですよ。僕今ここあえて本当モデレーターなので、うん、ここ善悪の価値判断あえてしないようにしようと思ってます、うんうん、はい、なのでまあその道義的責任はあるんだけれども、そこに対する考えはかなり違いましたね、道義的責任っていうものに関して。でその後議論がやっぱり噛み合わないところが多かったように思いました。で、噛み合わない構造はぜひ最後に視聴者の方に理解していただく上でこれ本当に理解してほしくて、やっぱりそこはあらゆる論点において、まあ、いわゆるなんか議論において終わった場合というっていうか、まあ川上さんこうなさったじゃないですかっていうと、立花さんがいやいやこういうものはどうなの、例えば NHK はどうなのって話になってしまったで、これ僕いい悪い今言ってなくて、うん、でこれがやっぱ根本にあるなと思ってて、川上さんやっぱり今のルールの中で、まあ、この社会のルールの中でこう守るべきものとかいろいろ考えてらっしゃると。で立花さんのやっぱスタンスが、川上さんも言ってましたけど、革命家というか今の制度を崩すっていうところなので、まあ、そうなるとやっぱ終わった場というようになるというか、まあ、その前提なんてルールが違うでしょ、あれもじゃないこれもじゃないってなってると、はい、でここで噛み合わなかった気がします、うん、やっぱこれもう今の体制に対する否定か否かっていうところが根本的にあるので、根本的に違いますからね、あるので、まあこれやっぱ噛み合いにくいっていうところが分かりました。その上でまあだから川上さんが主張する秩序がいいのか、立花さんがやってこられてるこの新たなことを目指すのとか、その手法がいいのかってやっぱ視聴者が判断すべきだとは思います。ここまでのいろいろなこう行為の過程があってっていうふうに思いますので、まあ中立的にまとめるとそういう構造があったと思いました。その上で立花さん、最後あの感想をいただいて、川上さん、僕はだから今の川上さんの最後の言葉を聞いていただき分かる通り、今の川上さんの冒頭の話っていうのは、私は弱者救済のためにやってることを言うと言ったわけですね。でも長い間話しましたけど、そのことにして一切出てこなかったです。全然わけのわからないことを一生懸命言ってるから、何言ってるんだろう、私は弱者救済のためにやってることをこれから時間をかけて話します、これが一時が万事で、いや違いますよ、今それはしないって言ったじゃないですか、その話はしない、今はまとめの話ですよ、うん、その話についてはしないって言ったんですよ、全く具体的な話一つも今日出てこなかったです。いやまあこういうふうな雑誌ばっかりですよね、はい、具体的な、だってもうまさに僕は裁判しませんかって言ったのは正しかったと思うのは、このように感覚だけでものを言う証拠が何一つ、主張も出てこないですよ、ほぼほとんど主張も出てこず、まず主張が出てそれに対して証拠を出していくっていうのが通常の、なんていうのかな、争ってるものの解決方法ですけども、まあそれは立花さんの見解ですね、僕が証拠を出して主張がないというのは立花さんの見解です、うん、それが社会の一般的な三権分立における一般的っていうのは使わないんじゃなかったですか、はい、いや一般的におけるそれが常識ですよ、はい、一般は使わないんじゃなかったんですか、うん、それはあなたがそういうあなたが一般の人だからなぜそれをしないのかって言ってるだけの話です、はい、だってわざわざ警察に告訴状を出してるのに、ね、僕に対して責任があるって言うんだったら、僕に対して別に訴状を一本出したらいい話です。それすらせず全く具体的な、今日本当何一つ具体的なことを言わなかったですよ、川上さん、それはあなたの見解ですよね、具体的な、見解じゃなくて何か具体的なことを指摘したりとか、それはあなたの見解ですよね、違いますよ、事実じゃないですか、事実じゃないです、何の、じゃあ具体的なことさっきから何回も言ってるじゃん、あなたは具体的なことについて今日何一つ言ってないでしょそんなことはないです、だからないって否定するんだったら言えばいいじゃん、答えそれじゃん、いやいやそれは無駄なのでもうやりません無駄じゃなくて言ってないからじゃん、まあ、ここまで出してきていただいた、はい、お二人の話を視聴者が具体的にどうかって捉えることが、まあ、はい、そうです、それ十分だと思います、答えかもしれないですね、それはそれで十分だと思います、わかりました、立花さんでした、川上さん最後何かありますか、いやそうですね、まあ、もうさっきので言い尽くしたんで、言い尽くしました、はい、特に大丈夫です、立花さん、でもまあ夜中管理の裁判っていうのも分かるんですけど、ルールに不満があると、でもやっぱやや怖いじゃないですか、社会から出頭されるのちょっとどう一般人にしろと言ってるならはい、はい、それは僕ね、それはダメでしょってなるけど、確かに確かに、これだけお金を持って弁護士だと平均使えるわけだし、現に刑事告訴までしてるんだから、うん、裁判所に行ったらいいでしょって言ってるだけじゃないですか、何も刑事告訴にお金かかないですよ、何もガーシー刑事告訴に弁護士いらないじゃないですか、自分でやったんですか、じゃあそうですよ、弁護士使わずにやったの、そうですよ、偉いね、賢っ
でもそこまでやったんだったら何罪で訴えたか言えばいいじゃん。いや言いませんよこんなの。もうほらこうやってもうはぐらかすから。それはもし今のはぐらしてんでないです。今のじゃあもし嘘だったらね、もし嘘だったら死にますか、大丈夫ですか。何が。いや今の刑事告訴状を自分で書いたっていうの本当でいいんですね。自分で書いたなんて言ってないですよ。え、ま、弁護士は使っていません。弁護士は使っていません。誰が書いたのよ。部下、自分でやったんじゃないのね。要はね、語弊のある言い方してかっこ悪、自分で作ったんじゃないんでしょ。あのちょっとね、あの刑事弁護士使ってませんって自分でやったというふうに聞こえるような言い方するからうざいんだよ。自分でやりましたよ。自分でやったのと自分でやってなかったことが分かった時には死ぬって言える、真実だと言えるじゃん、ね、言えないの。なんでそんなこと言わなきゃいけないの。だから確認してるんじゃん。言えるかって聞いてんのよ。なんでそんなことで死ぬとか。あのね、いやさ、死ぬまで言ったら本当だってみんな信じてくれるじゃん。いや だったらもう、ね、100回ぐらい死んでくださいよ。あなた今日 何回嘘言ったんですか。僕嘘なんかついてない。いっぱい言いましたよそんなの。じゃあ具体的にはっきり1個でも指摘しなさい。それはその放送の中で言えば1個でも指摘しなさい。人に嘘をついたって言うんだったら1つでも指摘しなさい。それが礼儀でしょうが、今日何嘘ついたんだよ。1個指摘しろよ、いい加減にしろ。ああそれ指摘しろ今直ちに。はい、この、うん、あのとりあえず一つ指摘します、はい、このあのこの立花さんがあのこのこの8月の事件の時にね、うん、でその時にあのこの五輪の事件が門川からがあのもうすぐそれが情報が出るなんか知ってたみたいなことを言ってましたけども、あれは嘘です。なぜそれが証明できるの。俺知ってたよそれ。だって君の思い込みじゃん。まあ、それですよね。それが嘘だというのね。そうです。じゃあ俺が知ってるって証拠出したら死ぬん。死ぬ。俺がいや、あなた俺が嘘やって言ってるんだから、俺がそれ知ってたと証拠出したら、じゃあ死ぬはいいわ。あのね、子供の気になるじゃん。1万円くれるじゃん。1万円でいいよ。それが俺が知ってたということを証明したら、ね、1万円くれる。あのね、立花さん今ね、あのだったら文章でやりましょうよ。出た文章。あなたが言ってることめちゃくちゃなんだもん。あなたが要求してるのはそういうことですよ。死にますってうんぬんって言うんだったら文書でありますよ。だから今安くしてあげたじゃん、1万円って。俺嘘ついてないから。俺嘘ついてないよ。嘘だらけですよ。だからじゃあ他にどこ、なん今嘘ついてないって。でも今証明できないこと言ってるから。だからね、それをね、あの対談でね。嘘だらけって言うんだったら、だらけだから2つ3つあるんだったらもう1つ言ってくださいよ。ちゃんと証明できるものを。じゃあ文書でやりましょう、それだったら。まあ、アホとやってられへんやん。何言ってんすか。こんな文書だったらね、今あなたが文書で指摘したらこれ、ケチがつくんですよ。嘘だらけって言ったら。じゃあこんな中に嘘があったらあなた死ぬんですか。はい。死にますよ。はい、死にますか、はい、じゃあ、 あの放送の中で、うん、あなたが、はい、あのツイッター、はい、嘘と思われることっていうのを、はい、この録音見て、嘘と出た、嘘と思われることですよ、これですよ。あなたが嘘と思ってるだけで嘘じゃないんでしょ。嘘と思われることって言ったでしょ。それはあなたが反論するかもしれないですからね。それに関しては反論してくださいよ。だって俺何嘘つかなあかんのよ、そもそも。これまでの、はい、まあ、だからそれ文章でやりましょうよ。まあこういうのっていうのはだから文章でやるんだったら裁判してこいよ、意味ないやないか。まあこうやって逃げるわけですよ。逃げてないじゃん。実際文章にするって言ったらね。なんでここで喋ってるのにこの後文章せなあかんのよ。何言ってんですか。だってそれ君がそこまで言ってんですよね。君が嘘だとここではっきりと嘘を名誉毀損だからね。こんなにね、こんなに長い喋ってたんですよ。で嘘だらけって言ったの。嘘を全く言ってないで。じゃあ嘘だらけって言ったのよ。はい、はい、名誉毀損だよ。俺嘘なんか言ってないから。まあじゃあそれを訴えてやれよ、ほんならもう。それの名誉毀損でいいじゃん、それで。君が文章でそれで法廷に出したらいいんでしょ。法廷に間が裁判官がいないと文章のキャッチボールしてもどっちが正しいかわからないんだから、ね、そもそもあの嘘をどうこうで言い始めよ、高橋さんじゃないですか。もう子供みたいなこといいなや、裁判文章でやりたいって間に裁判所通したらいいんでしょ。めっちゃ簡単じゃん。名誉毀損だよ。いやいや、嘘ついてないのに嘘だらけ。これ最後弁護士さんの見解聞いてくださいよ。なんでなんですか。だってあなた死ぬとかって嘘を言ってない人間に嘘つきだって公共のね、公公衆の面前でこれ言ってるんだから、何が嘘なのって聞いたら指摘できないんだから。今言ったのってあなたはね、死ぬって言ったんですよ。名誉毀損か別にしても、あの完全に侮辱でしょ。
あなたさっきは侮辱してますよね。うん、侮辱してるよ、うん、いっぱいしてますよね。うん、侮辱してるよ。それは侮辱の種類が違うから。どういうことですか。いや、僕は別に事実の指摘してるだけだから。でも事実の指摘してもブスにブスって言ったら侮辱なのよ。アホにアホって言ったら侮辱なのよ。それとね、あの嘘をついてない人に嘘を言うっていう侮辱とは種類が違うからね。なんですか。なんでですかって。真実じゃないことを言ってるから。いや、じゃあ、バカじゃない人にバカっていうのはこれは侮辱になるんですか。だから侮辱だって言ってるじゃん。侮辱してるのよ。侮辱してるの。はい、だから侮辱してるって言ってんじゃん。いや、ここまでお二方ちゃんと感情を表に出して、はい、真剣に喋っていただいたってことに本当にまず感謝いたしますし、はい、その中で視聴者がどう噛み砕くか。でも視聴者はめっちゃおもろいんじゃない。これ5万人とか見てるよ。すごいね。で、1、2点ちょっとですね、客観的なことを言わさせていただくと、はい、まず第三者に関する、はい、発言がありました。それはあくまでこう結構ここに証拠が出てるものではないですし、はい、かなり推測ベースで話していることがありますので、はい、真実ではないということを申し、はい、真実かどうかわからないということだけ、はい、申し上げています。プラットフォームとしては責任がないので僕の発言に対しては僕に来てください。はい、ね、はい、まあそういう、まあそれで第三者が気づくのは一番良くないので、うん、でね、ここに関係ない方は気づくのではない。あと、まあガーシーさんに関しては、はい、今この司法で、まあいろいろこう解決を図られようとしてますので、うん、まあここでのことはあくまでここで証拠は出てないですから、うん、この後司法でということで、はい、まあここでの発言が全て真実ではないと、うん、真実と認められていないと、まあここで推定無罪の段階にあると、はい、いうことは間違いないということだけ申し上げて、はい、おきますね、うん、という形で、期待します。でも最後、田島さん、はい、確かにやっぱ最後初め同意的責任あるってことは合意したじゃないですか一応、はいはい、ちょっと一言謝ったらどうですか。同意的な責任あるって。それはそれこについては川上さん本当ごめんなさい。これはガーシーが川上さんに言ったことに対してはこれはごめんなさい。それはちょっとパフォーマンスしすぎです。パフォーマンスだ。これは最初から謝ろうと思ってました。これは本当にごめんなさい。そこは本当にそうです。川上さんが被害者であることについては僕は一切否定しないですよ。そこは本当にごめんなさい。喋らせてください、はい、くだらない茶番に付き合う気はないです。茶番じゃないですよ。ちゃんとそこ認めるべきっていう。謝るところ謝らないと。じゃあそこはちょっとちゃんと茶番じゃないですよ、ま、ちゃんと謝るべきところは僕は謝りますよ。川上さんがガーシーの謝ってなかったじゃないですか。いや今茶番みたいな謝りをしただけで、本当初めから謝るとあそうですよね。なっていうまずそこから入る。今謝っても謝れば謝れないのところは謝らなきゃ今やったので謝るとか謝りましたね。証明することになるんですか。全体の中の間違ってるところがあったところはそこを謝るべきでしょう。でも違うところまで全部込みでへりくだことないじゃないですか。だって川上さんの被害に関してはもう十分です十分です。これ田島さんなんか膝までつかせちゃって申し訳ございません。いやそれは謝りますよ。だって川上さん被害者だもん。そうですね。まあ、いろいろ今構造はさっき言ったちょっとまとめた通りだと思いますので、あとは視聴者の方が判断していただくのがいいかと思いますよね。ちょっとただまあ裁判はしましょうよ。文章でやるっていうんだったらだって文章でやるのは裁判が一番普通じゃないですか。だって2人で文章でやり取りしてもでもせっかく対談したんだからここから生まれたことも、はい、ぜひ視聴者さんもですし、まあ、なんかお二方の間に生まれるといい僕ね最初は文章で議論をしよう。裁判は全然最初から文書で議論しようって言ってるんですよ。それに対して文書でやるなら裁判だっていう。そうですそうです。まあこれは何回も今日指摘してますけれども、うん、裁判で逃げてるんですよ。常に裁判するって言って常に逃げてるんですよ、うん、それが立花孝志という男です。何で逃げてんの。誰から逃げてんの。誰から逃げてんの。批判からですよ。え批判からです。誰の批判から。具体的に相手からですね。僕のだからさっきから言ってるんだよ。ずっと具体的に言ってってもずっと具体的な名前出てこないじゃん。誰から逃げてるのよ。僕からです。逃げてないじゃん。今日も来てるじゃん。今から裁判するって文章でやってあげるって言ってるじゃん。あなたが裁判って言うんだから あなたが文章だって言うんだから真面目に議論しないで裁判するって言って逃げてるんですよ。真面目に議論してるじゃん。まあだからこれが立場の確かに真面目なんでしょ。でそれは分かりました。でそれは視聴者の人も分かったと思います。だからそれは川上さんが分かる人には分かるでしょう。はい、じゃあ議論も出尽くしたと思うので、はい、やべえもうたくそうだけ先ほど思ってたくそうになっちゃったよ本当にやべえよこれ本当に。皆さんリハック高評価チャンネル登録お願いします。そんな感じですよ。
いやもうそれだってそれしてもらわないとさ今日わざわざ高橋さんすごいお金かけてやってくれてるからやべえよこれ本当に、はい、でもあのお二方の、はい、真剣な議論に本当心から敬意を表しますし、うんはい、ありがたかったです、はい、視聴者の皆さんがこれを見てどう考えるかって視聴者の皆さんがぜひ考えていただければと思います。まあそうですね、はいはい、本当に最後まであのお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。川上さん立場、はい、そして視聴者の皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。